いつでも起こるというものではないからです。ただチャンスに恵まれなかっただけのこと、あるいはムードがしっくりしなかったのでしょう。私にだってよくそんなことがあるのです。曲がれ曲がれとただ念じる。もし曲がり出したら、この力こそ人みんなの心の内に潜んでいるものです。もし曲がらなくても決して気を落とさないで、誰がやってもいつでも起こるというものではないからです。ただチャンスに恵まれなかっただけのこと、あるいはムードがしっくりしなかったのでしょう。私にだってよくそんなことがあるのです。おじさん誰？坊や、何と言ったかな。雅彦君と言ったかな。そうだよ、俺だ。プロハンバーガーだ。ほら、元有名な DJ の、いや今だってバリバリだ。知らないな。なれなれしくしないでほしいな。バーガーでございます。寂いなということで、寂いなということでね、プロハンバーガーでございます。定例配信、ひかみなんですけれども、今日急遽ゲストが決まって、この後お呼びするんですけど、本当にこのいつもアンビエントか買ってる時にかかってたのは、これはあれでしょ、ユリゲラーでしょ。ユリゲラー、はい、今日もあのアボ君が、はい、おりますけれども、はい、ユリゲラー、ユリゲラー今日はそのなんでユリゲラーかって、来てますか。はい、来てるじゃないですか、この番組でも。はい、買ったコート、買ったコート、買ったコートはもうだってドロシーの魔界崩壊でも結構な時代イベントを起こしてたわけですよ。この力こそ出ますよ。人みんなの心の内に潜んでいるもので、そうなるとやっぱり歌ことってやっぱ昔から好きで面白いな。最初に俺片言を意識した、外国人が、ね、日本語を喋ってる人の片言っていうのを、ね、意識したのがね、あれなんですよ、ナードコアを作ってる頃なんですよ。はいはいはい、あの特撮とかをサンプリングしてテクノにしていた頃なんですけど、あの仮面ライダーアマゾンっていうね、仮面ライダー、昭和の仮面ライダーアマゾン、アマゾンの中であの半妙獣神っていうやつが出てくる海外なんですよ。全身がこうキラキラして、もう手がハサミになってるような昆虫の半妙なんですよ。でそいつがその仮面ライダーアマゾンってこうシリーズ全13回か14回あるんですけど、途中打ち切りになってて、オイルショックで、オイルショックでそこまで乗り越えられなかったんですよ。人気がやっぱりライダー自体の人気もちょっと落ちてきてるんで、でその半妙獣人、その中で、まあ、いっぱい獣人いるわけじゃん。中で一人だけ片言で喋るやつがいるんだよ。これが
めちゃめちゃ好きでサンプリングしてその片言の気持ちよさに気づいたってことなんですけど、だそれがデロ装置っていう曲でさ、はいはいはい、あの暗明獣人がゼロ装置っていう名前の人工地震装置ですよね。地震を局所的に起こせるってやつで、それで東京をこう地震で、ね、局地的な地震で東京を壊滅させてやろうっていうね作戦があるんですよね。それがそれに使われそうか装置の名前がゼロ装置っていうんですけど、で片言のそのナードコアっていうのを今日なんかその片言の波に刺激されて新たにリミックスし直したっていうか2022番っていう同じネタを使ってるんですけどっていうのを作っていました。はい、あ本当はそう片言もそうなんですけど、これはちょっとこのトーク終わったらあれしたいとかけていただいてると思うんですけど、あ僕準備の方は大丈夫ですか。はい、ダウンロードしたやつがそうで、あと、まあ、片言と関係ない話ではありますがマイクまでってやつを俺ついに作ってきましたよ。マイクまでっつってなんだろう、までのベースに自分の好きなものをいっぱいつけられるんですけど、まあ、これを聞いている方にはおなじみのダミングダミラさん、ダミラさんで売ってるようなダミングって言うんですか、まあ見て面白いだけで特にこう価値が今はないとされているんだけどいずれ必ず出るぞと我々が思い込んでいるものがあるんですけど、そういうのをくっつけたりしてこう自分のこう思う通りのデザインでこうやって面白いのを作れるんですね。でそのマイクまでっていうのをシロさんっていう、そのマイクまで作家、他にもすごいいろんな造形物とか作ってる方なんですけど、そのマイクまでっていうのをやってて、でこの番組で俺が言ったらマイサイダンにちょっと近いなっていうのもあってこうタイミングが合いまして、たまたまあの吉田社長っていう方がマイクまで作りに行きませんか、マイクまで作りたいと思って一緒に作ってきたんですけど、これ俺 LINE で写真送ったんだけどさ、そう今ちょっと作ってきたんですよ。でやっぱこうなんだろう、そのダミングでもいろいろあって、まずなんかその何からつけていこうっていう中で俺はでかい剣ソードみたいなやつをなんか5本ぐらいこうまずつけたんですけど、でそれでこう熊手自体を拡張していろんなものをつけられるよっていう面積を広げるっていうところからやってみたんですけど、やっぱ乗せる順番とかが難しくて、ちょっとまあ何を説明してもあれよりも見てもらいましょう。はい、あそうこんな感じで素材をバーってダミングが並んでる中でこうチョイスするんですよね。で普通の人こんなに選ばないんだけど、俺はなんかもし使うとなったらこれこう後で後悔するの嫌だなみたいな感じで多めに取ったっていうのがあって、でまあこの中でもこう脳みそだったりこのでかい剣みたいなやつがあったり、あとはそのイガイガのボールだよ、そのケミカルな色の、あ今ちょっとこっち側の画面消えちゃったかな、あそうでね、これでじゃあできたやつ、これを熊手のベースにそのシロさんに教えてもらいながらワークショップをやりながらできたやつがこれでございます。あ僕がくしゃみをしてます。あこれでございます。まずこの剣で本体を延長してこうなんだろう、パチモンの面こすって男らしい、絶対このやつ昭和の子供でも騙されなかっただろうっていうぐらいのレベルのパチモンの生きのいいやつをこう4枚ぐらい見つけたんでそれを使ったりと、闘技の駒だけを売ってるっていうね、駒だけって買えないじゃないですか普通の、まさにダミングならではのっていうところ、こんなのをつけたりその意外と真ん中に脳みそがあったり、その脳みその下に見てほしいんですけど緑色のとピンク色の甲虫が入っているっていう、これテーマが何かっつったら自分でもよくわかんないんですけど、こう透明性とあとそうたまたまこうハンバーガーがあった、まあ、でも自分の結局好きなものとかになるんですよ、でもハンバーガーにはこうハエがたかっている、こうなんだろう鎖かけがもの、まあ、一番うまいっていうかそういうことなんですか、わかんない、なんかでもなんかこうなんつうの目玉がビヨってこう飛び出てて、これ角度変えると目が閉じたり開いたりするっていうギミックのやつをなんかバキッて俺こうニッパーで割ってぶっ刺したんですけど、あと上のこの足軽の絵がオットリー・ヘップバーンさんの絵みたいじゃん、
なんかその辺で親近感を感じてこんな感じだった。恐ろしいだろう。これいろんな人のやつが本当に個性が出て、その真面目な人はなんか真面目って言ったら何だろうかな、あれだけど、真面目とは、いや、なんかちゃんと開運にちなんだものをつけるとか、テーマ性がね、そう、なんかそのエゴの強さじゃないけど、その色の味の濃さみたいなところ、でも誰しもあると思うんですよ、これやっぱり。敵止めシロップが別にこの絵が欲しかったんじゃなくて、下のこのメカだよ、メカロボのこの怪獣みたいなやつが欲しくてこれにしたんだろう、うん、なあ、そう、スケバンデカのこのなんかヨーヨーとかもやばいなと、でもなんか警察に関するものを置きたくないなみたいな、いろいろな心理が働きながらさ、デカを取るかデカを取るかデカに、デカはやっぱ嫌だなってちょっと思ったんで、はい、スケバンとはいえ、そう、スケバン、スケバンはやぶさかではないが、まあそうね、スケバンとか見ててやっぱり面白い、でもデカはやっぱり怖いなっていうか、うわー、ありますよね、そう、ハンバーガーになってもやっぱそういうのは、うわー、バリさんはちょっと苦手意識があるなっていう今日この頃ですけど、はい、というわけで、片言の話に戻るんですけど、その片言の、ゼロ装置、ジャングルダッチリミックスを一曲かけたいと思います。いけるかな、はい、いろいろワンオペなんで、皆さんこの辺の手際の悪さは海賊ラジオならではと思っていただければという感じですけど、今日はね、すげえ掴みづらいポイントをやっちゃうこれも今日はでもゲストがマジで最高だと思うんですよね。神回になる予感しかないっていう、もう片言大好きでこう意気投合したところはあると思うので、さあ、難しいところにウィンドウを置いてしまった青くん、大丈夫ですか？あ、落ちてる、大丈夫です。はい、というわけで、聞いていただきましょう、ゼロ装置ジャングルダッチミックス。
はい、聞いていただいたのは、ゼロ装置ジャングルダッチミックスでございます。今日平日の昼間にこれを俺を作ってさっきまで作ってたやつっていうのやばくないですか。これやばいですね。大人としてやばいな。くだらなすぎるっていうので、あのゲストがすげえウケてて、ね、そういう片言の道の、達人の一人でございます。はい、今日のゲスト DJ マリアージュさんでございます。どうも DJ マリアージュです。どうもどうもこんばんは。こんばんは。はい、片言ですよ。もう時代は、そうですね、今ワールド J-POP、はい、来てますよね。来てますね。俺たちの中で俺たちの中では来てますね。相当来てますね。相当ね。はい、はい、すごく今、はい、手応えを感じてます。そう、 DJ マリアージュさん、はい、あのワールド J-POP っていうね、はい、ジャンルをこれは何ですか、日本に持ち込んだんですか、それとも生み出したんですかね、これは。持ち、ワールド J-POP、まあ、持ち込んだのかな。うん、そうですよね。持ち込んだ、でも発見ですかね。でもこれはそう、まあそれいろいろあった、なんでそれワールド J-POP やろうかっていう経緯もあるんですけどね、はい、その、うん、つながったっていうのもあったんですけど、ね、まあ、はい、なんていうんですかね、まあいいです、なんか優しいですよね、うん、ワールド J-POP って優しいなって。でも今日のつながりを考えるとやっぱり片言っていうワードだと思うんですよね。片言ってなんでよかったんだろう、うん、ね、やっぱ一生懸命、うん、ほら母国語じゃないのに、はい、一生懸命それ日本語で話してる姿っていうか、うん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 、思いません、ね、なんかね、ちょっとけなげな感じ、けなげですよね。はい、けなげですよ。俺もやってくれてる、うん、俺も中国、これ中国5年間住んだから、あ、はい、マリアージュさん5年間中国に住んだ、そうなんですよ、うん、でその時からずっとまああれなんですけど、うん、ほら片言っていうか俺も片言だから、あ、そうか、中国の方にとっては片言の中国語をずっと話してる男っていうことですもんね。でも、うん、ほらけなげじゃないですか、けなげですね、けなげだから、けなげだから、はい、ほら伝わらなくても聞いてくれるというか、あ、なるほど、はい、そこで、はい、片言、はい、うん、だからカラオケとか行っても今でも、はい、スナック好きなんで、はい、中野にスナックレイっていう中国スナックがあるんですよ、はい、で、ね、スナック、はい、そこでやっぱしまあまあ中国人だから、うん、もちろん中国の歌歌うじゃないですか、はい、それがやっぱ片言だから可愛いって、あ、ママがそういう片言、ほら、はい、一生懸命片言で歌ってんだもん。そうですよね、っていうところですかね、うん、だからなるほど、そのけなげさと可愛さっていうところも、ファニーな感じ、ファニー、はい、が魅力なのかなとは、まだ分かんないです、まだ、はい、なんですか、答えが出るほどあれではないんですけど、まあ、まあ、ある程度今の現状分かったこととしては、なるほど、はい、なんかそこは可愛いなと思いますね、はい、ワールド J-POP、 ワールド J-POP、 このジャンルっていうんですか、 これはもう広がること間違いないですかね、あるいは、あ、違いなくはないんじゃないですか。間違いなくはない。もしこれが流行ったら間違ってるかもしれない。間違ったら、間違っちゃったら流行るかもしれない。間違うと流行るかもしれない。可能性がある。可能性はゼロではない。ゼロではない。ゼロ装置ではないってことですね。ゼロ装置ではないです。3%。低いな。いや、そうですかね。3%。うん、でもまあ全体っていうのはどのくらいなんですか、その 100% になるとこう人数でいうとどんくらいなんですか。 100%、 100% って We are the world ですよね、まず世界中世界の安全のテーマ、ね、確かに、うん、世界中にワールド J-POP が届く、どれぐらい日々届いてほしいかな、うん、J-POP と比べてどうですか、じゃあいや、 J-POP には J-POP には勝てないでしょう。 J-POP には勝てない、ワールドですからね、ワールドの方がむしろ弱いという、弱いですよ ね、 よね、日本の、あ、ワールド感、ワールドを求めてる感じっていうことですかね。あ、なるほど、はい、うん、だから J-POP シーンは超えられない、 J-POP シーンは間違いなく超えられない、超えられない、はいはいはい、いろんなシーンは超えられないと思うんですけど、まあ、まあ好きな人はね出てくると思いますよ、うん、なるほど、だっていい質問、いい、いい、やっぱりいい、良さっていうことですよね。だって俺ドライブ子供とかにも聞かせてますからね、うん、はあ、じゃあもう子供妻とかにも反応はどうですか、反応は普通、仇の妻ですよ、
あの普通の普通の別になんか普通ずっとクラブでずっとバンバンやってましたとかじゃなくて普通に音楽も別にっていうのに聞かせて、あ、いいねこれはとか、いいいいとか、これはダメだとか、なるほど、あ、これ元ネタ、あ、なるほどねみたいな、ちょっとでも下手すぎるとか、いろいろなんか、あの、わかりますよ、面白がってます。僕の中では、はい、生き物がかりが好きだって言ってる人がなんか、はい、いいって言ったら、はい、意外と広がるんじゃないかっていう、生き物がかりや、なんか、そうですね、僕の中で生き物がかりっていう風なところが、あの、あるんだ、世間の40度っていう感じのポジションとして僕の中でなんとかあるんですけど、世間の40度って何なんかちょうど世間ぐらいの感じがそこら辺からみたいな。40度って温度なの？温度。それか。風呂の風呂の温度。なるほど。ビレ版。ビレ版、まあそうですね。でもビレ版よりもさらに、ま、もうゲオとかまで行くのがこう、あの生き物係の。実はゲオ、ゲオまでね。ゲオまでね。ゲオまで。ゲオまでか。ゲオは強いよ。ワールド J-POP でヤンキーの CD をこうコンピの CD をゲオでヤンキーが借りて車で聴いて、うん、でも超ウケるよな、うん、ヤンキーが超ウケるっていう感じか、うん、あと高速道路とかで売られる CD とかあるじゃないですか。カモン達夫さんのあのポジション。なるほど。車の中で車の中で。ああ、でもそんぐらいのポジションに行くポテンシャルを。決めているこのワールドジェポップ。でも皆さん、まあ、いくつかこう動画が流出してるんで、現場動画っていうのが今流出してるじゃないですか。流出も何も自ら出してるんですけど、流出させてるじゃないですか、はい、意図的に、はい、もうそれでも一部で結構話題になってるとかなってないとかっていう。今日もだからそのマリアージュ見たさっていうね、ありがとうございます、人がたくさんいると思うんですよ今日。あ、俺全然あの投げ銭のレートをしてません、名前だけでも。はい、朝ハイケイさん、140円、ディスクシティオさん、なんとかしてけれたい、250円、お手もこし本物さん120円、光る手薬代としてエクスティフローエクスさん200円、ユリゲラー代、500円、フランスワーズモリちゃんさん、坂口さん、スプーンが曲がったぞどうしてくれるんだ、代として500円。これまだ配信始まってない時の投げ銭じゃないですか。すごいですね生のピストルが曲がった代ということで、縦横三つ市へ最強化計画350円、コンバーガー、アプシーハオハオも聞いてますよ250円、投げてくれました。あのおじさんたちにどうもありがとう、はい、小銭を稼いで小銭を稼いでじゃあれですよ、こうあの勉強代、そうです、勉強代キャーベン代ですよ、キャーベン代、これちょっといろいろ他では知れない情報が ね、ここではね知れます、だからどんどん勉強、あの、はい、本当お話ししたいことたくさんあります、はい、DJ 界の人間山脈マリアージュさんとかね、あんなに面白いとは思わなかったワールド J-POP ね、あれですね、すいません勉強不足で何者の方なのでしょうかっていう意見もありつつ、昔テレ東でやってたのど自慢特番だと片言枠は確かに存在していた、今上映中のハウスオブグッチではアルパチーノの片言日本語が聞けておすすめです、世の中的にもあるんじゃないですかこれ、はい、間違ったら流行る、都人が千馬荘の北国の春を歌うみたいなそういうこれがワールドジェポップの良さなのか分かりますか、あ、分かりますよ、でもとにかく集まってくるんですよワールドジェポップが、ワールドジェポップはシティポップ、はい、DJ 界の中では、はい、曲を掘るのをこう他人にやらせることを、はい、恥じないっていうのが結構新しいですよなるほどね、あの最初掘ってたんですよ、はい、あのそう掘ってた時の話、掘ってたんですよ、うん、あのすごい掘ってたんですよ、はいはい、めちゃめちゃ早かったっすよ、早かった、やっぱ俺もほら得意なんですよね、その、うん、仕事ほら広告屋だから、うん、あのまあ すぐに物事をやるとかで、はいはい、まあ、でそれでまあ掘ってたんですよ、はい、であの最初はね、あの、外国人が日本語で歌うとか、うんうん、外国人、歌みたいな片言とかで調べていくと、うん、まあ、いろいろ出てきて、はい、何があの最初に行き着くところっていうのがまずあって、うん、はい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 、最初に行き着くのは、うん、まずアフリカの子供が、うん、あのスピッツ、あの、椎名林檎をうまく歌ってるみたいなのから来るんですよ。それ、はいはい、うん、するとインドネシアが、うん、あれがあの、YouTuber の歌ってみたの女の子が、はい、うん、
真夜中のドアを歌ってるっていうところを当たるんだ、最初に当たる、当たるの、まず最初に、なるほど、その種の動画としてはそれにまず当たる、まずは誰でも 100% 誰が始めてもそこを通るんですよ、なるほど、最初に、はい、最初、うん、でその次に通るのが、ちょいレアグループ、ちょい例えば70年代80年代のロックとか、うんうん、例えば、待ってほら、クリムゾンのちょっと待ってくださいとか、うん、あと、有名なとこで言うと何ですか、クイーンの、うん、ほら手を取ってくださいとかあるじゃないですか、そのまあ日本語版のそう日本語があるってことですよね、日本クラシックがある、ね、日本語の洋楽、そうスコーピオンズの古城の月とかに最初に、がそれが多分みんなも探し始めて、そこまでは20分にたどり着く、なるほど、はい、でいろいろ探してってどんどんたどり着かなくなってくるんですよ、はい、で、まあ、いろんな検索があって、例えば今だと俺がよくやってるのは、例えばドイツに当たりをつけたとして、はい、ドイツ そのワールドジェポッキー機械場あるじゃないですか、はい、その場合ドイツに当たりつけて、まあ、ドイツの Google のドメインに行くんですね、はい、でそこからドイツ語に翻訳して、うん、あの日本語、はい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 、日本語をドイツ語にまずそこで翻訳すると翻訳してで検索して、はい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 、YouTube 動画を一個ずつ見ていくとか、例えばそういう作業とかしてって見つけていくみたいなのの作業で、結構、まあ、そうやってまあまあ、ディグルというか、まあ、なんですか、ザッピングっていうんですかね、うん、その、まあ、調べていく作業っていうか、それをずっとやってって、はい、キーワードを使ってね、で多言語のやつを使ってことですね、はい、多言語、はい、で、かつて音源が出てないものとかもあるから、それぞれレコード買って、はい、あとレコードもちゃんと、はいはい、うん、配信されてないものはそういうレコードも、レコードも手に入れて、ね、わざわざあれですよ、あれ43歳で俺初めてレコード買ったの、俺本当初めて買ったのこれで、おお、レコード入門が、レコード入門43歳ですよ、はい、でもプレイヤーもないからみたいな、うん、とにかくもうレコードで欲しくて、もう欲しいとこそれしかないんで、うん、音源が、なるほど、でスタジオ持って、はい、の阿佐ヶ谷のゾットっていうスタジオがあるんですけど、はい、まあ、そこ昔からずっと仲良くやって、はい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 、で、すみませんって言ったら、うん、で録音して1枚500円、1曲500円でやってくれるから、うん、データにしてくれるんですよ。あ、なるほど、はいはい、だからデータに変換してもらって、はい、でレコードいらないから欲しい人にあげてみたいな、なるほど、はい、まあ、レコード自体に執着は別にない、全くない、ね、全く全然ない、なるほど、はい、だって家ではいとも聞けないし、まあ確かにプレイヤーなかったらね聞けないですからね、はい、うん、そこで、まあ、音源を手に入れたと、はい、みたいなので、まあ、探していくっていう作業、はい、っていうか、うん、ずっとやってて、はい、であとなんとかバージョンとか日本語ジャパニーズバージョンとかで探すんですよ、ジャパニーズカバーとかで探すんですね、はい、でも何が俺これすごいかなって思うかっていうとですね、うん、あのそれで引っかからなくて勝手に何もつけずに歌ってるやつらいるじゃないですか、あの彼、あの普通は日本語バージョンで歌ってますよぐらい、うん、曲のところにカッコ書きぐらいするじゃないですか、あ、はいはいはい、普通は普通はね、はい、でも日本語で歌ってるアピールをするするじゃないですか、はい、それとか、はい、こんにちはとか、うん、なんとかとか、うん、あの日本語っぽい名前をつけるじゃないですか、はい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 、うん、ね、ジャポン愛してるとか、ね、はい、もうつけなく、うん、勝手に、うん、あの日本語バージョンとも書かなく、うん、やってるのって、はい、検索のしようがないっていうか、確かにそうですよね、あのまず引っかかったら来ないじゃないですか、うん、そうですね、ワードで言葉でもういくことは不可能ですよね、不可能じゃないですか、はい、だけど、うん、結構みんな音楽が好きな人って、うん、なんか知らないですけど、はい、ずっと聞いてるから、はい、なんか自分だけの片言を持ってる人が多いなと思ってるんですよ、自分だけの片言、はいはいはい、うん、これ知らねえだろうみたいな、ああ、これ知らないだろうっていうか俺なたまたま知ってるって、ああ、その今まで音楽を好きな人で例えば 何かを掘ってて出てきた片言のものを知っているっていう、ね、そう知っているっていう、なるほど、はい、いいのがねこれね見つけるとね、うん、報告したから、そうね、うん、だからうん、もう分かる、前のほら俺ツイッターの反響がすごく良かったなと思ってるのが、うん、あのバンバンそのいろんな人が曲を死ぬほど教えてくれて、うん、俺が1ヶ月ぐらいかけていい曲だなっていうのを探したのが昨日1日で、うん、へえ、すごい、うん、なんか何個 もう集まってきちゃってると、ね、なんかもう、はい、怖くなってます今、ああなるほど、はい、もう教えたくなっちゃうっていうね、なんかもう、うん、マリアージュさんって DJ するときに、はい、全部わかるようにあの iPad にこうその歌ってる人の写真とか出すんですけど、はいはい、もうそこで見つけたやつも出しちゃうっていう、うん、
あ、見つけたやつをね、情報局としてもね、情報局として見つけた人もね、あ、なるほど、ワールド J-POP シーンのこう、はい、生きた情報局としてマリアージュさんとしていくっていうことなのかもしれない、うん、なら投稿コーナーとして、なるほど、だから投稿自分で見つけたのは、うん、自分の名前ハンコを押しときますあのこれは俺が見つけたと、なるほど、で人様が見つけたのは、うん、人様の写真貼っときますあ、その iPad の出る画面に分かるようにしとく、分かるようにしとく、プロハあの誰々発見みたいな、発見みたいな、あ、なるほど、その誰々発見で、また人上がりする可能性もありますよね、うんうんうん、だから結構これはね、うん、あのすごいコミュニケーションなりますね、ツールだなと思ってるんですよね、確かに、結構俺の片言をみんなね、うん、あのワールド J-POP をね何曲か持ってるんですよね、なぜか、なるほど、持ってますね、その概念として、うん、そのこれって誰が聞いてんだろう、あ俺かみたいなのを、うん、多分日本で何人かしか聞いてないのを聞いてたりする人とかいるじゃないですか、はいはいはい、います、います、うん、だから多分そういう人がいるんですよね、いるんですね、ほんとなんかずっとなんかたまたま巡り合っちゃってる人が、うん、だそれをちょっと集めてるって言っちゃあれだけど、コレクションしてる感じですかね、うん、今、なるほど、はい、浮き彫りにしてる感じ、浮き彫りにその輪郭をね、なるほど、そのあそういう作業なのかもしれないです、はい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 、分かんないです、最初のやつもこう出していったら、そう本当に浮き彫り感がすごい、浮き彫りにね、そうですね、シーンがあるっていうのがもうなんか一人でやってるけど、うん、シーンがあるっていうのがもうそれでこう、はい、なんかプレイでパフォーマンスしながら知らしめれちゃうから、めちゃめちゃいいんじゃないのかなって、いやでもなんか1ヶ月もするとさ、俺の俺が探したやつがなくなりそうで嫌じゃないですか、なんか焼きそばとか、あぶら、あそうかそうか、絶対安全が相当生まれてるんですよ、そうですね、そこがすごくて、そう、もうあれ辺はいいですもんね、ね、いやもうなんかこう言い難い良さみたいな、もうアンセムと感じるしかないようなものっていうのが、はい、そのワールド J-POP の中であったりとかするじゃないですか、鬼滅の刃とかですよね、鬼滅の刃とかあるじゃないですか、はい、あそこがもうすごいなと思って、そのジャンルの中に強弱もちゃんとあり、はい、そしてジャンルって言ってもその結局音楽ジャンルは何でもいいわけなんですよ、片言だから、はい、深みがあるというか聞いてて退屈しないんですよね、いやでもこれあの中野で、うん、あのヘビーシックとかスミスとかバカヤとかで、はい、いろいろイベントもうバンバンやってるじゃないですか、はい、で俺8年間毎日あの辺でマジで飲んでるんで、うん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 、飲んでる、まあ、そういうどんどん行ってて、やっぱみうまい人たくさんいたんですよ、はい、ずっと見てて、はいはい、で特に焼きそばで光らせるのなんて、うん、あれ完全にあれですからね、チンバンテ娯楽師匠の、うん、祭りの時にピカピカ光らすんですよ、うん、あのお面かぶって、はい、でそれ神社とかでもやるけど、うちの子供とか、うんうん、あれですっげえ笑うんですよ、やばい、もうみんな笑うんですもん、あんな受けるってドカーってなるんですみたいなのとかを見てて、わっピンも光らせるんだ俺は光らせるんだとか勉強な、なるほど、そのそういうその DJ の概念もそうやってサンプリングしていっているっていう、サンプリングがいいな、かいいなっていうか、うん、なるほど、はい、うん、良さがあるってことですよね、はい、なんかすごくいいんですよね、心惹かれる、惹かれる人たちがたくさんやっぱ見てきましたよね、うん、そのあなるほど、はあ、だからじゃあ名前がついたんじゃないですか、その良さに、ワールド J-POP っていう、そうワールド J-POP、 その感じるエボ言われぬ良さというものになんかもう本当取り憑かれてるように、なるほど、うん、もう本当今日も結構今日も大切な飲み会だったんですよ、はい、本当断ってんですよ。断ってる。なんで俺はバカかって結構大事なやつですね。まあまあ、うん、でもすごい怒られたし、うん、もうぐらいちょっと、うん、申し本当に申し訳ないことをしちゃいましたけど、ただぐらいちょっともうどうしても、うん、なるほど。もう熱が熱と冷めやらない。でもうさあのプッシュ森美とかさプッシュアクシャオとかさ、はい、もう聞いてくれないじゃん。いつも話してるから。あいつも話してるだから常にそのことも話すずっと話すからうす、ね、もうじゃあとかだからさもう、うん、あもう聞きましたみたいな話だから、うん、だからやっとなんていうの飲み屋とかだともう聞きましたもうそれ2回聞きましたみたいな嫌じゃないですか、うん、こうやってだから嬉しいですよね。今日はこう多くのある種こうその多分この週末に合ってるような方が聞いてる可能性が間違いないと思いますよ。高いですね。絶対そうですよ。だってあのイベントがね、うん、ファニードープが好きな人、はい、だってマンドコさんが好きな人が聞いてるんでしょ。あそうです、ね、そうですよ。ありがたいことにね、うん、もうそんな、うん、でも片言会は本当にやっぱ魅力があると思いますよね、はい、うん、なんか聞けたりとかするっすかね。
ちょっと鬼滅の刃とかの方がいいんですかね。あ、多分ね、それだと AI に発見されないからいいと思います。はい、はい、結構動画で見てる方いると思うんですけど、あれはヒップホップで、そのあそこ以外のところは英語でラップしてるんですよね。英語じゃないか。英語です。英語ですか。あ、ごめんなさい。そしたら音源渡した方がいいですかね。YouTube とかで。YouTube の方がいいですか。あ、YouTube だとね、ちょっと待ってくださいね。とにかく、いやね、じゃあその曲を解説すると、そこあのフックサビなんですけど、その「キーメーツーのヤーイバー」みたいなところだけ片言の日本語っていうので、あ、でもこれもワールド J ポップに含まれるよなっていう、その片言だしっていう、だからワールド J ポップって何を言い換えたのかっていうので、そのやっぱ片言かよっていうと、やっぱなんかちょっと侮蔑の感が入ってる感じがするんですよね。そうなの、そうなの。そう、あのだから俺片言って、うん、あのほら失礼だなって、そう失礼感があるんですよね、なんかね、あとそれを今のこのコンプライアンスの中で面白がることへの罪悪感もちょっとあるんですけど、はい、ワールド J-POP は俺はその、あのなんていうの、何の目的でやってるかもわからない人たちもたくさんいるじゃないですか。はい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 。だから純粋になんか音楽のかっこよさというか、うん、あのかっこよくないのはやっぱ弾かなきゃな。はいはい、はい、そうですよね。あるんですよね。うん、選球眼ですよね。はい、DJ のね。はい。うん、ただ、うん、笑いの面白さもあるんですよ。はい。うん、ファニーな面白さもあるから、うん、ファニーさがあってもね、だから、はい、そこのバカに仕方じゃないんですよね。その。うん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 。だから片言かよっていうのがもともとなんだろう。まあ、言葉としてはちょっとあったんですね。そう、あったんですよね、片言かよって、ね、俺もそれ調べてやっぱ片言かよにぶち当たって、出会いますよね、うん、要は80年代とかの日本のレアグルーブ、うん、あのそのためだけに作ってるもの、はいはい、その時外国人呼んできて、はい、日本語で歌ってもらったみたいな、はい、あれ大体あれ日本に来て録音するらしいですね、その時の来日タイミングでね、うん、なるほど、うんうん、だそういうのがありつつ、でもそのなんつうの別称というか、はい、それをこうワールド J-POP ということによってね、はいはい、でも決まるまで結構即決でしたよね、ワールド。そうですね、だって一緒に考えましたもんね。そうなんですよね。その中でいろいろ出てワールドってつくと面白いんじゃないかなと。そうですよね。あ、これだ、ここで決まったやつなんですよね。あ、俺フックアップしてんな、これ。もともと俺が見つけた時はこれ、はい、2再生だったんです。2再生だったの、はい、多分本人すら見てない可能性があるんですね。あげたは見たものを自分でも見てないぐらいっていう、まさかこのシーンで評価されるとはが今地味にフックアップしたんですけど、はい、64再生まで伸びてました、ね、あ、伸びた桁がもう変わった。ちょっとアボさん、じゃあ LINE に送るやつ、ね、あ、 LINE に送るとちょっと待ってね。いや、これがそのでもちゃんとそのワールド J-POP の文脈でこれをもう掘ってるっていう、再生数2のものを見つけるっていうのはやっぱりディグリ力としてはもう相当なところなんですよね、やっぱり。あれもそいつと多分で、なんで自分しか知らないわけじゃないですか。もうで本当になんでだろうっていうのをちょっと聞いてほしいんですよ、この曲。なんでだろう、なんでだろう、はい、Welcome to the forest of the lions in the jungle Let you remember When it's a steady rumble Now who am I? I'm a saber tooth gorilla loose A hybrid, he's high kid Or at least out of his mind kid Don't like kid or cheap Style complete, he athlete, he run the meet The same she eat, the same that claim Be same that lame, that thirst for fame Respect the name He had no car, still switching lanes I'm switching gears for 10 years I battle and I beat up fears She rattle my nuts here, the snake, the ache The fake for fame, holy shit, complain You been the same, won't try to team Or break the claim, all rappers they get mild and slain Dang Keep it timeless. What he see? That he met Zu no Yaiba. He met Zu no Yaiba. He met Zu no Yaiba. He met Zu
の刃とにかく J っていう人が向かってて、はいはい、でもちょっと俺もあの若槻君って多分あのファンの一人だとは思うんですけど、はい、あのすごくずっとチェックしてて結構見てるとどうやら、うん、あの京都の留学生らしいんですよ。京都に留学してるみたいな、アメリカ今現在ですか。そう、アメリカから多分、はい、いろんな情報をちょっとなんとなく普遍的な憶測ですよ、はい、で一応まだ一応見るにまだ分かんない、ネットストーキングちょっとしたわけですね。だから、はい、本人呼べるんじゃないかなって思ってるんですよ。はいはいはい、うん、で鬼滅の刃だけじゃないからね、あ他にもあるぞと。あの全編とにかく J はこれだけじゃねえ、全編日本語もありますし、あ全編とか1曲だけ、うんうんうん、あ1番だけ日本語で、はいはいはい、2番からは英語みたいなのもあるし、うん、はいはい、まあ、まあまあいろいろあるし、どんどん出してるんですよ新曲を。とにかく J は何人の方なんですか。アメリカ人。アメリカ人なんですか。まあ察するにですよ。はい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 、へえ、あ顔出しとかはしてるんですか。でしてないんですけど、一人だけをやってる時に、はい、探してる時に、うん、なんととにかく J をまとめた人がいたの、うんうん、プレイリストっていうかそういうのがあって、いやプレイリストその勝手に、うん、そのとにかく J に主催したのかなんか、あとにかく J をちょっと特集した人があったんです。あったんです。それは YouTube と YouTube じゃなくてあの記事 記事で、あもう記事になってるんです、ね、だから、はい、男を見てやべえやつやべえな、うん、で、うん、まあそれもなんていうんですか、まあとにかくじゃあ本当にね、あの一部ですごく注目されてるというか、なるほど、熱い視線を送ってる人たちがいるわけですね、トニーク J に、うん、はい、その一人でもあるわけですけどね、マリアージュさんも、まあ、もちろんそうです、はい、であとヘビーシック の、うん、あの店長の美穂ちゃんも、はい、あのもうほらあの中のヘビーシックゼロの店長です、はい、あのほらあのマンドコさん同様俺の、はい、DJ のお師匠さんだから、はい、あのそのとかもとにかく J とか聞いてるから呼びたいよねって話は結構、もう確実に心を掴まれてるわけですね、うん、知らず知らずにこれは、はい、ああしかも呼べちゃうって呼べる可能性、生であれが聞けちゃ う可能性、他にもやばい曲とかがあるんですね、やっぱとにかく J ありますよ、お、はあ、かけちゃったりできます、それとも他のにします。まあ他にもありますからね、他にもありますか、はいはい、話さなきゃいけないやつは、あそうですね、はい、確かに、うん、本当いろいろありますね、うん、この奥深さみたいのを感じるわけですけど、うん、勝手に感じる人が感じてるんですかね。そう、勝手になんかやっぱ好きな思いを馳せちゃうというか、ああそれどうしても心をつかまれて持ってかれてしまう。なんで歌ってるかも分かんなかったし、うん、そうか、例えば、はい、あのアビレル・ラビンとかも歌ってるんですよ、うん、あ片言、あそうあのワールド J ポップに含まれるんですよね、含まれる、はい、あのほらバッドガールとか、うん、ヘイヘイ、あ有名なあの曲ですよね、あの曲ですよね、うん、あれの日本語版があのそう本人歌唱の日本語版、本人歌唱の日本語版での最初のサビのとこだけ、うん、ヘイヘイ、あのなんだっけ、あなたあの、うん、あの子イケてなくないみたいなのを、うん、あのワールド J-POP で、あ、まあ、なるほど、まあ、はい、まあ、まあ片言だから会話してそれで、してる、うん、そうなんですよ、はいはいはい、だから そういう大物スターがやってるっていうのはあれですよね、だからその日本で受け入れられたいというよりも資本主義の匂いを感じるというか、匂いを感じるワールド J-POP ポップなんですよね。まあでもジャンルで言うと、ジャンルで言うと、はい、あのなんかアビレル・ラビン様が、うん、わざわざ英語で歌ってあげてるのよっていうテンションなんですよ、うん、なるほど、だから京都の留学生がやってるのはちょっと ちょっとわけが違うじゃないですか、今のとはかなりね、はい、全然資本主義の匂いですよね、一切しないじゃないですか、はいはいはい、はいでアブリフラビンはめちゃめちゃするっていう、ね、するけど、まあ別にそれはそれで、うん、あの別にいいじゃないですか、いい、別に悪いことじゃない、アブリフラビンそういうもんと別に全然それはそれで、ね、でやっぱあの曲はあの曲でいいし、うん、間違いない、はい、でうちの娘がチアリーダーやってるんですよ、はい、あなるほど、はい、うん、でそれであの曲とかで踊ってるのね、へえへえ、使ってるわけです、ね、使ってるわけです、うん、で、うん、で別にずっとその英語で歌われてても意味って分かんないじゃないですか、はい、だから別に歌詞カード見て調べようとも思わなかったし、うん、たまたまそれ聞いてた時に言ったのは、あの子イケてなくないから、まあ、仲間外れにしてあの私に してみないみたいな、あいつ可愛くないからみたいな、うん、っていうことを言ってるんですよ、あ意外と寒いですね、寒いんですよ、その寒いので、うん、
子供がチアリーダー踊ってるって結構すげえ。ああなるほど。だからすぐやっぱあの娘とかに聞かせて、こういう歌で踊ってるんだよとか言って教えたり教えたりして。確かにでもダンスチーム、ちびっこダンスチームの中にあの明らかにマリファナの柄の服を着ている子とかがいてすげえウケるんですよね。違うじゃないですか、違うじゃないですか。だからほら昔ってほらお母さんがねマリリン・マンソンのさあの服着てるとかもあったじゃないですか。ついつい、ね、間違えてね、あの流行ってるっていうと調子の良さでやっぱそこにね聞いたことあるっていう、それのね使われてる、そのなんか DJ 今まで考えてないっていうか、うん、音的な、うんね、DJ ホンダ根性というかDJ ホンダ根性なんか DJ ホンダの帽子をみんながなんかどこでも売った時代があったじゃないですか。競馬場の親父までかぶってた時代とかね。そうっすよね。はい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 。まあまあ、うん、あのまあでもアビル・ラビーンは立派な、うん、立派なワールド J ポップ。うん、俺は好きで、はい、あの最初に見つけたこれすごいキャッチでいいなって思ったけど、もうなんか自分の中で消化しちゃってて。ああなるほど、ワールド J ポップとちゃんと消化できるっていうね。はい、だからでもご紹介したいですよ、うん、でもそういうことですよね、うん、はい、うん、これだから紹介したくなる魅力もやっぱりあるんですよね。こうやって芸人めちゃめちゃ紹介してるっていうことはそれやっぱ食らっている、うん、我々はワールド J-POP の存在に食らい始めている。うまい珍味食わせたくない何なんだろうなこのあと嗅いでみろみたいな、うん、確かに嗅いでみろみたいないやそうなんすよね、うん、そうなんすよ。ちょっとコメントとか見てみましょうか。すいませんね、なんかもうずっと話したくて。最高。いやすごいですよ、結構後半の前にみんなねもう出してきてるんですよ、いろいろもうすでに投げまくってるんですよもう初のジョン・レノンの愛すみませんという曲もありますよねとか、うん、以前プロハンさんには配信中をしましたがケイン小杉の歌うドラゴンズ応援歌熱いですとか、うん、あと筋肉マンの一般人超人投稿スタイルみたいっていう意見もあるし、うん、なんかありますよ。あとステレオトータルが鉄腕男の主題歌歌ってるのとか、もうだからもう分からない世界の、僕分からないですもん。だってオタク文化方面だと海外の VTuber が日本語の曲、まあ、その辺もね、うん、その辺もやっぱ探すんですけど、うん、俺自体がそのねアニメアニソンがちょっとね、うん、なんて言うんだろう、乗り切れないというかさ、あんまちょっとね、そこにはちょっとグルーブを感じないみたいな、ちょっとまあ好き嫌いの話になっちゃうんですけど、まあ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 でもあのあります、あります、あの存在はする、ね、存在はして、だから、ね、あれとかになっちゃうんですよ。その俺が今好きなのはあのスペインのバンドの、はい、うん、あのチャームっていう、はい、ま、あのグループがいるんですけど、はい、その人たちが歌ってる3分の1の純情とか、あの誰が歌ってるやつ、あのチャームじゃない、あチャームだ、チャームシャムシェードか、はい、わかりますよ、うん、とかもいいですし、マサルさんとか の主題曲だった、あ違う違う、あのルノーニケンシン、あそうルノーニケンシン、ルノーニケンシンか、あそう、わかります、でもわかる、はいはいはい、とかもいいしね、ペニシリンか、で結構アニちょっとねオールドスクールになりすぎちゃってて自分が、うんうん、あのなるほど、ちょっと年、なるほど、世代感が出てきてる、ね、そうなんですよね、はいはいはい、だから、うん、そのだからそれがちょっと自分の中で今苦手ってだから逆に教えて、本当に厳選したものを教えてほしいですね、なるほどなるほど、特にはいはいはい、はい、もうでもそのね作られてる年代も関係なくじゃないですか、ワールド J-POP は。だからすごい音が最新なものとかもあるんですよね。ありますよ。だから普通にこうまあまあヒップホップでちゃんとトラップの以降の流れを組んでる音作りだったりとかするから、うん、その辺のこう新しいものも常に生まれているっていう、そうなんですよ、ことですね、広がりがあるってことですね。ただ、うん、結構これって時代あのそのそれ片言かよと言われてたのは大体80年90年代ぐらいまでで終わってるじゃないですか、はいはい、でもこのワールド J-POP は別に昨日も多分生まれてるんですよ、どっかで、うんうん、今この瞬間、この瞬間でもどんどん今歌ってるやつ、歌ってる人がいるという世界、うん、確かにそうですね、はい、どんどん今後も出てくる、更新され続けていくもんだからっていうのは、あの結構どうもう間に合うわけないじゃないですか、間に合うわけないですね、この人口を考えたら、はい、ほらやっぱそうですね、シーンとしてこれはだから
ちょっとやってきて研究課題って言っちゃあれですけど、知りたいですよねワールド J-POP ね、どうなっていくかね。あとその鬼滅の刃以外のとこもかっこいいやんけ。そうなんだね、かっこいいんですよね。やっぱ鬼滅の刃はみんな好きですよ、はい、でただね、新しくできたもんだから、例えばサウンドクラウドとかにあっても、うん、あのダウンロードできないやつがあるじゃないですか、はいはい、うん、とか問題。ああそうですね、音源ない問題、うん、レコードだったら、うん、レコードも本当にないやつはない、ない、うん、でまあお金を積めばもしかしたら買えるかもしれないってのは、はい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 、お金が積んでも、うん、とかじゃなくて、ないっていう、どう、うん、その前の問題とか、だから連絡をして、あ、そうですね、うん、英語で連絡を取らなきゃいけないじゃないですか、確かに、とか、うん、どうやってやっていこうかなとか問題。そうですね、そこはもう翻訳ソフトを使って、でも英語だけが通じるとも限らないんですよね。そうですよね、そうですよね。中国語も、まあ、でも中国語はいけるのか、まあ、なん中国語だって、まあ、まあ誰かに頼めばいいか、うん、まあまあでもそういうのがちょっと今、なるほど、はい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 、まあなんとかね、音源でも深みがあるっすよね、こう考えるだけでも、このワールド J-POP のいやすごく、もう最すごいですよね、うん、本当面白い、面白さがあるっすよねこれね、深いんですよこれ。だからちょっといろいろ深みを踏襲しているかスタイルだねこれはね、はい、一曲なんかかけましょうか。一曲、はい、何が大丈夫なんですかね、何が大丈夫ですかね。ちょっとぜひこれを、何、ぜひどの曲がいいかな、分かり、例えばあれとかどうですか、あの YouTube で見つけたやつとか、 YouTube で見つけたやつがいいですよね、はい、YouTube で見つけた再生数があんま多くないやつっていうのがね、多分、じゃあちょっと今ね YouTube で見つけた再生数があんま多くないやつですね。そうですね、まさか日本のこの海賊放送で自分の曲が流れてる、それこそこれですよ。あ、じゃあこれ、あ、いけそうですねこれは、うん、これがまさにそうかな、はい、じゃあこれ、じゃあちょっと俺が初めて買ったレコード、あ、なるほど、はい、じゃあこれちょっと待ってください、今切りますね。いやだからね、そのまたワールド J-POP もその DJ としての選球眼っていうか、その選曲眼がマリアージュさんはね、かなりいいので、いやいやいや、もう全然、こう聞いた時にこれいいですよねっていうのがやっぱりことごとく結構いい感じなんですよね、音楽好きにとっても。あ、じゃあ行きましょうか。それでこのやっぱ良さっていう、この普遍的な何か良さを感じる、はい、これ聞いてほしいですよね、はい、まあ、そうですね、これはね、ローリング。あ、じゃあマリアージュさん。あ、ですね、これはですね、あのブラッテスト、サクソフォンっていうバンドでですね、はい、あの、ジュエル・ブラウンっていう、もともとルイ・アームストロング楽団の、はいはい、あのジャズの、まあまあ聞いてください。私の家は天夜万夜の騒ぎ、盆と正月一緒に来たような天気と前の忙しさ、何が何だかさっぱりわからず、どうで年齢さっぱりわからず、何も聞かずに飛んでは来たけど、何を買うやらどこで買うやら、それがごっちゃになりまして、わちほんまに酔えワンワン、わちほんまに酔えワンワン、
はい、聞いていただいたのはなんて買い物武器ですよ。買い物武器ですよ。みんな知ってる曲がだしね、うん、これはいいですよね。独特の良さがそうなんですよね。で、うん、もうおばあちゃんなんですよ。ああ、もう歌ってる方がね。そうだからもう座って歌ってるの。ああ、もう動かないと。動かない。まあ、昔は若い時はもちろんあれだけど、ほらよくあるじゃないですか、はい、あれですよ、大御所中の大御所ってことですよね、うん、が日本のバンドが呼んで、うん、で録音してっていう、でレコードしかなくて、で俺本当に生まれて初めてレコード買って、良すぎたんすね、ちょっとこれが、はい、じゃあここがもう原点、これがもう J-POP のもうよし俺はレコードを買うって時に、うん、俺やろうって思いましたよね、うん、なるほど、はい、いやでも魅力がもう魅力がすごい、まあ、もうこれもさ、もういろいろでもこれだけじゃなかったっていうことがね、加速するきっかけになったわけですよね、これね。終わらないんですよ、終わりかと思ったらもうこの上ないだろうと思ったらね、うん、どんどん出てくるんですよ、ね、インフレが起きてる状態ですね。インフレが起きてるんですよ今。いやだからもう情報もここインフレ起こしてて、うん、もうこのチャット欄にももういろんなこういうのがあるよ、こういうのがあるよっていうのがすごいです。あとは俺はこれは知っているっていう情報もあるし、うん、ワールド J-POP 奥深さに触れましたっていう、ね。本当俺アルバイト誰か雇って、うん、まとめてもらおうかなこれ。ああ研究員募集。コサキンのラジオでチンバンをよく流してて、そこにワールド J-POP みたいな曲よく流れてたら、もうだからワールド J-POP ってものがもうあるからですよこれは。みたいな曲っていう、ね。チンバンって俺ちょっと大師匠だから。うん、いやでもそのコサキンのラジオなんですよ。昔のそのチンバンを紹介する。ああなるほど。あチンバンのね。はい。まあ、80年代90年代10年代じゃないですか。そういうのチンバン文化の一つかもしれないですよね、はい、ワールド J-POP なかなか奥が深いですね、うん、で、あのなんか今みたいに純粋にかっこいいじゃないですか。純粋にかっこいい、純粋な純粋な音楽的にかっこいいじゃないですか。純粋かっこいい、わかります。とかがたくさんあるんですよね、うん、だからやっぱちゃんと普通に母国語の歌うのでも大変なことですか。大変大変大変。それがわざわざね日本の言葉で歌ってるっていうので、もうちゃんと音楽的にはちゃんとできる人じゃないとやっぱりやってないから、そうなんです。音楽的な良さが割と担保されてるっていうか、はい、そういうのもあるのかもしれないですね。両曲が多い、はい、いい曲が多いっていう結構特徴かもしれないですね。いやもういい曲が多い。確かに、うん、まあずっとそうですよね。好きすぎてやばいですよ、うん、いやもうみんなでも買い物武器めちゃくちゃ反応してますよ。すごい最高、もう本当に最高なんですよね。すごいですね。美空ひばりとエゴラッピーを足して片言で割った感じとか、うん、みんなそれぞれこうなんつうの分析をしてるというか、うん、今ちょっと思ったんですけれども、うん、まああのちょっと脱線しちゃうんですけど、いや全然井上陽水さんとかって、はい、あの歌が超絶に上手くなりすぎて、はい、あの逆に日本語がどんどん片言に近づいてるんじゃないかフローが寄ってくっていうかね、フローがこうあの言語から離れて、アスカさんもっとね、もハイパー J-POP なんじゃないのかっていうか、なるほど、ハイパーだね。あの、うん、なんか日本語のないの言葉としての日本語の持ってるその可動域みたいなのを超えてるもんね。先のスーパースーパー J-POP みたいな、スーパー J-POP、スーパー戦闘ぐらいの感じのスーパーさっていうか、スーパー J-POP です。すごい。スーパーボールとかね。なんかこう J-POP って、うん、その洋楽と比べると、うん、そのなんか没個性だとか、うん、なんかたまにまあ没個性ってわけじゃないけど。うん、なんだろうな、なんかこう癖のある歌い方みたいなこと、うん、なんか J-POP って自分の J-POP ってこういう風なこうものってあるよねっていうような、はいはい、ね、がある感じのをで言う、語ることがたまにあるんだけれども、うん、とはいえそこの中でこうすごい人って言われてるその玉置浩二さんとか、うん、その宇多田ヒカルさんとか、うん、その井上陽水さんとか、うん、そういう人たちってよく考えたら桑田佳祐さんとかって、うん、長渕さんとかね、冷静に考えるとおかしなことになったんですよ。ああ、うん、確かにね、言語としての意味を長渕さん意味が通るか通らないかギリギリのもはや片言である、行き過ぎた箇所がもはや片言であるっていうかね、楽器によってくんだよ。だからやっぱり音としての気持ちよさを追求していくと重力から遠いっていうか、確かにね。じゃない、スペース J-POP ユニバーサル J-POP だからね、ユニバーサル J-POP、 うん、だからね、そういうお二人みたいな本当の、うん、なんかね、音楽をさ、音楽オタクというかさ、音楽マニアたちがさ、うんうんうん、もう
なんか勝手に深読みをしてくれるから。ああ確かに確かにそういうことですよね。興味とは別にもうその現象が起きちゃってるっていうことですよね、はい、でももう集まり始めてることは確かにか、ね、自分 の私好きみたいな度合いにもう従うしかないっていうこの流れができているっていうのがやばいですよね。だもう勝手にもう報告してきますからねこれみんな。で本当初めてヘビーシックの行った時に、うん、あのやる前にデビュー戦ですよね。そうデビュー戦、ね、デビュー戦、はい、でチンバンテ娯楽師匠がこれかけようとして、はい、伊集院さんのラジオであれコードで有名なチンバンテ娯楽師匠、はいはい、がこれかけないよとかって、うん、あのありがとうございますの、ああはいはい、あのテクノバージョンで、あのありがとうございますは流行ったやつですね。結構な方が今でも知ってるかと思うんですけど、はい、あのそうあれがまあ、もうテクノバージョンっていうのは、まあ、そうですね。ありがとうございますを知ってる前提じゃダメなのかもしれないけど、一回昔、うん、インターネットで流行ったんですよね。流行ったっす、流行ったっす。あの韓国人の人たちが、はい、ありがとうございますっていうのを、うん、それは今考えると完全にワールド J-POP らしいっていう。でそこで娯楽賞がそのリミックスバージョンっていうのを出てきたんですよね。で iTunes とかにあるのは普通のにしかないんですけど、はい、うん、CD だと、うん、なんか何とかリミックスしたのがお得な5曲ぐらいあって、はいはい、貴重な音源を貸してくれたりとか、はい、だからいいよとかだから、うん、あくれなんか集まってくんだこれで俺もじゃよろしかったらっつって、それ俺ほら買ってさっきの買い物武器の CD レコードレコードレコードを、うん、あじゃあこれよろしかったらもうそこでこうトレードが成立してるっていうやばいっすねとかもあれも受け取ってもらえるってことは多分いい曲なんだとか、うん、ほらそうですね、娯楽賞がもらってくれるんだっていうの結構自信が持ってたというか、なるほど、自信持たせてもらえたとか、あだから結構これはそうですよね、その道のこうだから教えてくれるんですよね、これもあるよって。これ奥深いですよ、うん、奥深いですよ、奥深いけど J-POP には勝てないっていう結論ですね。深みはすげえあるぜ、深みは、うんうん、ありすぎてわからないみたいな、うん、ありすぎてわからない、ありすぎてなんていうんですか、あの車やラーメンの良さが理解できてないとか、あそういうそういうことかもしれないですね。なるほど、ありすぎてね、うん、なるほど、うん、そう意外と身近であるようでなんか 1,2 曲は知ってたりするっていうのもあるんですよね、みんなね。そうそう、なあえ誰な何これみたいな全く知らないところでこう知らない宇宙の話みたいのもきますもんね、はい、でウケるよなこれ。で前もほら、うん、アボさんもそうだったけど、うん、あの時のイベントの時に、うん、片言のその曲でワールド J-POP をかけてくれてたじゃないですか。はい、こんにちは。寄せて言ってましたよね。とかしてくれて、あいいだ。なんだこれみたいな。昨日教えてくれぐらいのとかを体感したんですよね。いいですね。やりがいが。やりがいがありますよね。ねえ、これでもじゃあ DJ マリアージュとしてはそのまあ探求の部分もこうある程度あるじゃないですか、その来たものを受けてこう何を感じるかっていう、はい、マリアージュとしてはやっぱり良さをこう楽曲音楽としての良さを広げていくってことですかね。これは音楽も、まあ、音楽俺が言うのもちょっとおこがましいことはあるけど、まあ、好きな音楽っていうのはもちろん、はい、うん、広めていきたいっていうのは、うん、そうなんですけど、はい、同時に、うん、なんて言うんだろう、うん、あなんかどうなっていくかを見てもらいたいかストーリーをね、今後どうなっていくんだろうなみたいな。めちゃめちゃだからわざと日本人でもこれから片言で歌うっていうのが当たり前になってくる世の中が来ても、はい、ちょっとおかしいでしょそんな。いやでも J-POP の中に勝てないとしても一部食い込むみたいな可能性は一部はありますけど、それみんながそうだったらみんながそんな病気ですそんな社会嫌でしょ。何言ってんですか。まあ本当にすみません、はい、俺がもう熱くなっちゃいましたけど、まあ、はい、っていうのがちょっとごく分かる。なるほど、でもストーリーとしてね、はい、こうどうなっていくか、はい、でも思ってたらそうなっていく可能性もねゼロじゃないんで、はい、毎日紅白に2組ずつぐらいは、ね、ワールド J-POP はね、ワールド J-POP かね、でこんだけ今このダイバーシティの、うん、多様性の世の中でね、はい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 、その中でどれぐらいなんて言うんでしょう、うん、そのやっぱそのワールド J-POP もね、定義付けていくってことですね。この曲ワールド J-POP だぜって言っていくっていうことですね、うん、解釈で。だストーカーとかも言葉ができたから定着したんですよ。そうか、それまではね別にそれなかったんですよ。執念深い男みたいな、執念深い女みたいな、そういうやつですもんね、うん、確かに、うん、
あれでもワールドジェポップすごくいい名前ですよね。すごくいい、すごくいい名前です。なんだよそれみたいな。ワールドジェポップ。広いのか狭いのか分かんないところがいいですよね。ワールドだし、デーだしなみたいなところでね。本当優しさとかを感じてもらえると思いますよ。優しさね、はい、あの優しい気持ちになったりはしますね、はい、確かに面白いだけじゃなく、うん、どうであれ、うん、あのアベル・ラビンがさカタカあのローマ字のやつを渡されて、はい、カンペでねカンペで渡されて、うん、それをなんとなく読んでる、はい、歌ってるっていう人もいれば、うん、ちゃんと日本語を理解して歌ってる人もいれば、うん、あのどっちでもない人もいればただじゃない人もいれば、うん、目的ある人もいればない人もいて確かにもう本当にいろんな人がいる、いろんな人がいるなっていうか。そうですね。ここにまたその音楽性が、音楽性もあって、こんなジャンルでもあるんだみたいなね。なんでユリゲラーとかもだから、ユリゲラーそこら、だからさっきそう、だからあれは、うん、さっき言ったその、うん、焼きそばは、うん、アンセムじゃないですか。焼きそば、焼きそばはアンセムじゃないですか。でもユリゲラーもちゃんとドープのアンセムだ。ドープアンセム、ドープアンセム、ドープ側のアンセム、アンセムですよねあれ。あれとかはそうじゃないですか。そうですね。かける場所はちょっと選びそうな気がするけど、あの何時かとかに確かに何時か時間誰がいるかとかにもよりますね。けど、そのあれが現場はなかなかドープですよね。多分ね。すごいな。いや奥深いですよね。奥深い。の展開ですね。やりがいあるなこれっていう。すごいなんかね使命感。いやちょっと発明っすよ多分ねこれはね。発明ってまでは言わないですけど、まあでもね。きっかけちょっと、ね、きっかけがあったんですきっかけがあったきっかけを聞いてほしくんですけど、うん、はい聞きましょう。ちょっとすいませんいいですなんかごめんなさいちょっと自分の話にそのために今日お呼びしてるんだよどうしてもすいません。最近もしまあ、曲がらなくても糖尿病になったんですよ。あらこれはもうちょっとネガティブなお話ですね。3ヶ月ぐらい前に、はい、あら3ヶ月前そでそれで週8ぐらいでずっとラーメン食ってて週8ってことは 1, もう 1, 回1週にもう1絶対2回食うとかあるとかでも食べようと思ったらもっと食べたいんだけど健康に悪いと思ってしなセーブしたぐらいだったんですよ。そうだったんだ。それでもでもやっぱりなっちゃってたんですね。それだからもう食べられなくなっちゃったんですよ中毒、はい、まあでまあいろいろもうそれまあそれでまあ別に平常値に戻ったけど、はい、なんていうの昔みたいなラーメンとかなんか飯のなんかが楽しみが半減してるんですよ。そうか食に対する快楽みたいのをかなり失ってしまった状態なんですね。なって時にずっと落ち込んでたの。なるほどダウナーだったんですね。すっごい落ち込んでて。なるほどそこで出会ったのがそこで、うん、あのプッシーハオハオいるじゃん、はいはい、あれってうち実はうちの従業員ですから、うん、そのあのずっともう二十歳から来てるあもう長い月もう、うん、で出たり入ったりしてて、うんうん、まあまあ今私とさ出てまた戻ってきてさ、うんうん、でやっててであのまあつってたらあいいなって活躍してるなと思って、うん、なんかもう中華 DJ とかメキメキ、ね、もうメキメキ言ってんじゃんで CD 出してやばいっすよ。あいいなっつって、うんうん、でやっぱいいことじゃあでいいことですかといってちょっと羨ましいなと思ってても、うんはいはいはい、で、うん、でその時にもう寂しくて、うん、もうなんか食の快楽をしないことでもう寂しくて、うん、あんまし飲んでても、うん、なんていうんだそのお腹減っちゃうから、はい、早く寝たいというか、うんうんうん、あの遅くまで飲むと余計お腹減るから、うん、寝ちゃおうと寝ちゃおうみたいな、うん、とか早い時間12時とかに帰ってて、はいまあ、そうなかったんですよ、うん、でずっとその時に、うん、あのずっとはなんかそこで慰めてくれっていうか、うん、あれなんですけど、うん、俺あのファンザってあるんじゃないですか。ファンザ、AV の AV のやつですね、はい、話していいですか。あいいですよ。あの俺プレミアム会員なんですけど、はい、出たサブスクですね。サブスク、はい、一番高いやつエロのサブスクの高級なやつ、あの純新作のちょっと前ぐらいから全部見れる。なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、何かによりますけど、まあ、見れると、うんうん、でそれで、うん、ジェーン・ラブ・ジョイっていうジェーン・ラブ・ジョイっていう AV 女優セクシュアルがいるんですよ、はいはい、ジェンラブ女優はアメリカから来てるんですけど、はい、なんかアメリカでポルノをやって、はい、あのよくなんていうんですかプレイガールみたいな感じじゃなくて、うん、あの普通にあのあれあこれ俺のあの嫁なんだよとかギャラマンドさんが例えば言ったとしても、うん、ああそうですかどうもぐらいなんかちょっと親近感がある。なるほど、はい、あの、うん、アメリカ人女性なんですね。なるほど。その見た目が見た目がそういう感じなんですね。怖くてキリッとザ
あ、じゃあなんかザ・ポルノとかじゃなくて、はいはいはい、なんとなくとっつきやすい、とっつきやすい、とっつきやすい感じの、そう、はい、なるほど、がなんかね片言で、はい、なんていうの、奥さんの役とかするとすごく、うん、すっごく優しいんですよね。優しみが出てくる、すごい優しいなとかって。なるほど。で、うん、でそれをずっと見てて、うん、でまずそれを見てたのね、うんうんうん、でいいな優しいなって、うん、で俺スミスって、うん、あ中野のバースミスあるじゃないですか、はい、であそこの2階オフィスで借りてるんですね、はい、うん、で下にトモさんってそのポータルって、はい、あの DJ ポータルさん、はい、で俺はスミス、はい、でポータルと話してて、はい、あのポータルも知ってたの、ジェンラブジョイでしょみたいな、俺が知ってた、あ知ってたんだと思って、うんうんうん、あそうなんだと思って、あやっぱ、うん、あさすがだなと思って、うんうんうん、あでも向こうの早かったんだけど、はいはいはい、あやっぱり片言、なんか、うん、なんか感性の一致みたいなのが結構そのまずは感じられたの、はい、ポータルと、うん、AV でね、と、うん、でそれの時に、うん、あのプッシーハオハオが、はい、これやばいっすよとかって、うん、あのビヨンドって知ってます？ビヨンドってあの香港の有名なバンド、あのすめ電波少年、そうねんの、あのそう、はい、曲をやってましたね、 あれの頂上、はい、頂上、はい、はい、うん、あのバネの頂上のことですね、はいはい、頂上の、はい、あのジャパニーズバージョンがあるんですよ、はい、日本語バージョンがある、なるほど、はい、それかけた時に、うん、はい、これだって思えたの。おお、うん。繋がったって。繋がった。でトモさん片言来てるって、片言好きな人いるとかってガーって繋がって、はい、これだと思って。ああ、じゃあもうちょっとそういう流れがもうできてるんですね。できたんですよね。それであの俺だからほら犬の散歩しながら毎日聞きながら聞きながらさ、ね、もう DJ をやりたいってこうマリアージュさんが言った時に、はい、もうかけたい曲ってのが決まってたじゃないですか、結構な勢いで、はいはい、だからもうその良さ順にちゃんと並んでんだろうなっていうのがあって、はい、なんか聞いた時に良かったんで、これは DJ としても絶対いけるっていう、ね、ありがとうございます、あったっすよ、だから、うん、そういう人にちょっと聞いてあの自信が持ってたというか、いやこれは生まれてますね、片言の良さを見出していくっていうのは一つのこう価値、面白いですね、でそもそもマンドコロさんもね、あの CM の、はいはいはい、あのあれとかやばいです、ね、そうそう、あの黒ナチグロとか、ナチグロもやばいし、あとさカレーのやつが俺一番好きです、お得のカレーですよねの男のカレー私好きってやつですよね、これですね、今のこれですね、私好きっていう、良さっすよねすごいちょうど俺もその片言熱が高まってきた時に、そのマリアさん DJ を始めたい時に何のジャンルで行くんですかって言った時に、その片言だったんで、うわーってなんかね、片言宇宙にこの流されていく、飲み込まれていく感じ、なんかね自然、なんかね典型を受けたのかもしれない、そうですね、うん、典型を受けた、典型を誰から、誰か謎の上位存在だったいやでもなんかこう国境を越える意味では悪いことではないのではないかっていう気はしますけどね、あと考え方によってはこれって世界中の人ができるんですよね、うん、あそうですね、ワールド〇〇ポップ、そう、そういうことなんですよ、日本人より多いです、そうですよね、そうですね、だから例えば確かにあのじゃあインドネシア語とかであのうもういうことですよ、日本語忘れてやり直したいな本当っすね、でもそういうことですよ、でもね、うん、やることってどういうこと、やったらいいっていうのね、なんかいやすごいですよね、うん、そのすごいですよね、他国の人が母国語で歌ってくれている良さってなんかあるんですよ ね、あるんですよね、だからさ母国語喋ってくれる良さ、だからジェン・ラブ・ジョイとかも本当に、うん、本当にな、より良さがより優しいわけじゃないですか、あでもやっぱ優しみなんですね、優しみ、なんかもでも確かにそのわかんないけど、こうやっての日本あの黒人の人がラップをするんだけど、フローが可愛くなるんですよ、やっぱ日本語で、そうそう、だ日本語を話すとなんか愛らしくなってしまうみたいな、はいはい、なんかその日本語言語を真似する時特有の何かというか、俺あのあるじゃないですか、あれあるじゃないですか、あの、うん、ヌマークの、うん、あのラップ、あのラップのやつ、ヌマークのラップのやつ、あの、と赤サタナ、あ
ありましたね、はい、あれとかやばいですからね、うん、結構怖いことを言ってるんですよね、あれ怖いというかね、うん、今のヒップホップシーンに対してのなんかを言ってます、うん、あヒップホップのその偽物ヒップホップがようみたいなことでしたっけ、まあそこまでではないけども何かの、まあ、割と過激な、なるほどとか言ってたりするけど、うん、かっこいいですよね、楽曲の聞こえ方としていいんですよ、かっこいいんですよね、はい、そうだからなんかその面白さだけじゃない、そう面白さじゃない、うんうん、でも焼きそばみたいに、うん、面白い曲ありますか、あれ面白いですよね、面白いですよね、びっ俺本当にびっくりしちゃってで普通にさ家とかで家っていうかその車乗ってた時家族とかに買って、はい、何もやずにあれかけてて、うん、急に、うん、焼きそば焼きそばとか始まる、ね、とか言うと笑いますから、うん、何これってああもう反応がある鬼滅の刃とかもねはあみたいな、やっぱ反応するものって同じですか、人がやっぱ鬼滅の刃とかはびっくりしてましたよ、びっくりしますよね、でも、うん、でも突然あれが入ってきたらで見つかった時何回も聞かせたけど2回3回たらしつこいって言われたやっぱ何回も味わうことも何回も味わうもんでもないないっていうね、うん、ことっすね、はい、うん、なるほど、うん、味濃いですからね、味濃い一つ一つの味はね、うん、でもなんかそういう濃さがないと満足できない人っていうのも出てくるから、はい、これはなんかね中毒性を感じますね、やっぱね、そうなんですよね、いやでもすごいですよ、発信していきましょう、何を発信するか、まあ、発信しましょう、良さを、良さをね、なんかここ、いやこれはいいんじゃねみたいな、ワールド J-POP ステーションですよ、ワールド J-POP ステーション番組、ワールド J-POP を紹介していく番組とかっていうのは、いやーワールド J-POP みんなでね、ミュージックステーションにすげー似た感じのオープニングテーマ作ってるでちゃんとでも一応許可を取んないとダメだよ、その作り主にその曲を紹介するんでやれば、もうそれはもうディープエールを駆使して、うん、ああそれをじゃあそれをやるのはでもどうですか、大変ですか、その曲を使わせてもらうじゃないですか、ワールドジェップを紹介するために、でもそれって、うん、普通の楽曲買ってる楽曲とかも一時聞かなきゃいけないんですか、一応買ってる楽曲は私的な使用はいいんだけど、あの結局 AI でそれが登録されてるかされてないかがあるんですよ、版権として、されてるかされてないかっていうよりもじゃないっけ、されてる前に、うん、そこのディストリビューターとレコード会社がどういう風なあの取り決めにしてるかってところが結構問題になるところで、あの広告とかの収入を権利のある方のそのそっちの方にこう持ってってもいいんだったら別に流してもいいよみたいな、そうするってもするっていう、うん、けどそうじゃないところもあるから、そこはいろいろ、そうソニーと音源とかだとよくアウトになってますよね、ブロックされちゃう、 YouTube とかダメなんですか、ただあれなんですよ、結構国とかにもよるんで、その日本のものを日本でかけると結構ダメなんですよ、うん、まあはっきり、うん、そしたら YouTube のリンクをそこに貼ればいいんじゃないですか、あ概要欄みたいなところですかね、はい、うん、これそうですね、それだったらいけるから、うん、ただ動画も見てそこもチェックする、あでも興味ある人は見るか、あとでチェックしますか、まあ、これはそうですね、ちゃんと聞けるっていうのが、ね、iTunes の、うん、あそっかそっか、携帯で見るのか、そうですね、あそっかそっか、そういうことですね、うん、あそっかそっか、スマホで聞、逆に Spotify とかにあるやつだと、うん、Spotify の中にあるやつは聞きながら、あの中のやつを聞きながらとかでできる、あの使えるポッドキャストが結構作れたりもするっていう、なるほど、ただその場合のポッド、あのスポッティファイの入ってる曲に限定されるっていうやつですね、まあまあでも来てもらいましょう、イベント、まずは本人、まずは本人、ご本人登場、一回、ね、あのやりたいですよね、早く見たいですし、前の生で見たいですね、鬼滅の刃、まあ、言うてもね、 YouTube のやつまだ62、あの登録者数62人ぐらいだったので、うん、ここでグッとね紹介すれば、うん、ドンと跳ねるのではないかな、うん、そうですね、今呼びやすいのではないか、呼びやすい、うんうん、普段何やってるんですかね、そういう人、学生じゃないですかね、それでラップをやってるってことですね、うん、ラップ自体はかっこいいですよね、ラップ自体のスキルを感じるっすよね、めちゃめちゃ、まあ、すごく、うん、かっこいい、純粋にかっこいいですよね、うん、そう、楽曲としていい、ちょっと名古屋留学して日本語を勉強しながらとかなんですかね、はいはい、で楽曲もかっこいいじゃないですか、うん、かっこいいプラスアルファ、うん、鬼滅の刃って言ってくれてるって、うんうんうん、結構確かに寄り方がすごいっていうか、こうやってグイッてなりますよね、上手いだけじゃない、なんか何かのね、うん、ありますよね、
うん、もう嫌いじゃやらないですもんね。そうですね。なんかそうですね、うん、平和ですよ、ね、平和。確かに争いはないですね、そこに。ないですね。我々は好きな、この概念は平和もをも含むという。いや、なんか別になんかね、うん、別にいいじゃないですか。何これ歌ったって。確かに。だって俺たちカラオケ行ったら中古でカラオケ歌うんですから。いいじゃないですか、そんなのって、ね。確かにそうですね。うん、なんかいろんなこうポップスとかがフラットに聞こえそうに聞けそうになりますね。なんかなんとなくね。なんかちょっとこうなんつうの、器が大きくなったような気にもなるし、うん、いいですね。幅広いですもんね。確かに。ジャンルの幅広さが魅力ですね、うん、ジャンルっていうところにまた日本語って一歩寄ってきてくれてる感じが、ね、なんか好意が持てちゃうというか、うん、やっぱすごいですね、言語の力っていうのは、うんうん、あとほらジャズにでもあるじゃない、ジャズにもあれば、うん、ほらロックにもあって、うん、そのテクノにもあってみたいな、うん、ポップスにもあって、いろんなジャンルがね、ね、いろんなジャンルに全部たまにたまに点在してるんですよね。そうなんですよね、奥深いですよこれは、うん。これでもなんかやっぱりそのワールド J-POP ステーションじゃないけど、情報を収集する何かが必要かもしれないですよ。そうですね、こう集積していく何かっていうね、集積ね、うーん、はい。いやあ、あと黒人天才って知ってます？あ、はい、ああ、いいですよね。黒人天才を初めて日本でライブしたっていうところが僕がやってたお店だったりとかするんで、え、そうなんだ。片言がやっぱりちょっと昔から好きだったんですね。なんですよ、だからそれこそさっき言ったら仮面ライダーアマゾンでも反応してるんで、そうですね、好きなんですよ俺なんか、うん、あと仮面ライダー、仮面ライダー、仮面ライダーっていうのがあるんですよね。仮面ライダー面白い、仮面ライダー面白い、台湾版か香港版の、うん、あの仮面ライダーの、うん、日本語版なんですけど、うん、あのなんつーの、その台湾演歌みたいな感じの歌手のお姉さんみたいな感じがあるんですよ、ね、うん、迫るショッカーみたいな。そうそう、でそれがあの仮面ライダー、仮面ライダーとか、仮面ライダー、仮面ライダー、ライダー、ライダーっていうやつが存在してるんですよ。それとかすごいじゃないですか。これニコニコ動画だけに上がってました、探したけど。なんかね、存在はなんか聞いたことがあったんですよ、仮面ライダーっていうのがあるらしいっていうのを。それでたどり着いて、案の定やっぱすげえやばい曲だったっていう。存在は聞いたことがあるっていうのはまた、なんかのイベントで聞いたんだろうね。そう、仮面ライダーとかめちゃめちゃ面白いものがあるっていう、度肝を抜かれるような、深いんですよ、ね、深いんですよね。だからあの本当ここ、こんにちは、あのイベント終了後から拍車がかかって、何ですか、もう、まあ、前の集積速度が上がってるんですか。まあ1日、2日目ですから別になんてあれなんですけど、まあ、まあそうですけどね、この2日間で一気に、そう、我々あのイベントのグループラインっていうのを、ね、作ったんですよね。そこでみんながこう知ってるやつを出し合い始めて、1日で何年、10、20曲近く集まったんじゃないですか、うん、だとちょっと経ってから思い出したけ、うん、遅れてくるんですよ、ね、そうだからね、あの間多分みんな知らず知らずのうちに考えてくれちゃってるんですよ、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、すごいね、掘りたくなる、うん、病的な何かがあるんですよ、なんかね、すごい魅力を感じてしまったら、もうこれはね、なんか変やつですね、これ変な魅力ですよね。なんかこう例えば20とか過ぎてこんなになんか魅力的に惹かれるものがあるとかって出ると思いました。俺も、うん、ほら周りミュージシャンとかあれで、はい、もうずっと憧れてたんですよ、その DJ やりたいじゃないですか、音楽的な、それは音楽やりたいですよ、やりたい、うん、あの俺 CM を作ったりはできたりしたら、はい、音楽をやりたいじゃないですか、はい、で、まあ、好きだし、うん、それはやりたいけども、ほら、はいはい、みんなが半端なさすぎちゃう人が周り多くて、あ、ちゃんとそのアーティストもう皆さん、そう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 、バンドさん、もうあの全員そうじゃん、うん、あのでだからっていうのはあったんだけど、まあ、それであって、なんていうんですか、まあやるんだったらなんかゼロベースのもの、うん、やってないやつもやんないと、と自分自身もあのほらずっと営業マンだとかあれで、その営業の下りとか広告の下りとかもう何回もやってるんで、うん、なんか違うなっていうのがあって、はい、さっき言ったのはビビリって来てからもう、やった、そしたら久しぶりに、あ、こんな楽しい、あの、あ、ちゃんと俺あの生きてるなっていうか、一つまたなんかこうバーンってこう、そうそうそう、始まったから、なんか実感できたんですよね、系統がバーンって、でもいろん
もういろんな人のおかげで、なんですよ。いや本当に俺続きますぞ。俺だ、本当俺心から毎日飲んでてよかったって心から思ってますもん。じゃあ新たな旅がこれ始まったっていうことだよね。やっとなんたらいろいろね、遊び行きたいっすよね、やっぱりね。ですね。じゃあ一曲いきましょうか、うん、じゃあショッピングスペースモンのクラブエディットをかけてください。いや、モンになってるっていうのもそのゲートになってるというか、分かりやすさとそのワールド J-POP は、うん、ゲートウェイっていう話をしてたじゃないですか。結構だから超音楽好きな人もまあ好き、ハマる要素あるし、そんなにさっき言ったようななんだっけ、誰で生き物語、生き物がかり、はい、の人も好きなのか、なるほど、うん、ぐらいの要素が複雑に魅力あるものになってますけどね。そこでいろんな深みにはまっていく、ゲートになっていくというね。ゲートになれる、すごい、はい、話したいです。ここはやりたいです。モンということで、ショッピングスペースモンクラブエディットを聞いていただいてます。Mama.
はい、聞いていただいたの、いただいたのはプロハンバーガーで、ね、ショッピングスペースモンの、クラブ3つございました。出たって感じですけれどもね、もうだいぶワールド J-POP についてはもう皆さん分かったんじゃないですかね。でもこれはよく考えたら、1999年宇宙の旅で歌われていた曲は全てワールド J-POP じゃないか説ってのが今僕の中で浮上しました。ほう、えどああフィリピンパブの CM があるんですよ。あの僕が入れた CM か、そう、あれか、うん、あれそうだ、あれ1999年宇宙の旅ってあるフィリピン人の女性しかいないし、片言のカラオケがあるんだけど、チゴ CM ね、そうそうそう、あれやばいですよね、バットがかかってるやつなんですけど、うん、でもあれであの中で歌われてたのはワールド J-POP だったっていうね、解釈が広くてね、すごいいいですよねこれね、ワールド J-POP だから知らず知らずの間、うん、結構そのワールド J-POP が、うん、なんていうんですか、刷り込まれてたんですよね、実は。そうですね、そう言われると DNA に DNA 着々と着々と子供の時から埋め込まれてますね、埋め込まれてたんでしょうね、ピピンパブのホステスさんの歌声、ピピンパブが漏れてくる歌声にワールド J-POP がこう港町のカロラ街とかの四大四大鳴ってるわけですよ、これブルースとしてのワールド J-POP が酒場から聞こえていた。いやー深みがあるな、不踏襲するな、深みがいろんな人生がやっぱあるし、ある、人生はある、人生はある、うんうん、いろんなことがね、確かにいろんなものを背負ったワールド J-POP っていうのがこれね、母国語がそうじゃない人間がまず日本語っていうものにこう行き着くまでのドラマもそう、うん、まずあるよ ね、 でね、で結構その結構スペインの人でアニメの、うん、あの日本のアニメのあれしか歌わないんですよ、そのカバーしか歌わない、アニソンのカバーを専門に歌う、うん、でもまあまあちょっと急あのルローニケンシンとか、はい、その辺の世代のを中心にとかいう人がいて、なんでそれだけをちゃんとあのバンドとかをちゃんとレコーディングをして、それが iTunes に普通に売ってるんですね、はい、売ってるんだ、売ってるんだ、カバーとして、カバーとしてが、なんでそれだけずっとやってるのかなとか気になっちゃったりとか、あ、それだけそのアニソンのカバーだけずっとやってるんですね、その人たちは。もうちょっとずれたりもしないで堅くなにやってるとか、はいはいはい、とかもうなんか継続は力なのかとか、お前なんか分かんないけどいろんなことを思うんですよね、はいはい、まあ、配信されてるってことは公にちゃんとカバーの申請もしてやってるってことですからね。でロシアの人でロシア人のその3人グループで、うん、1曲だけオリジナルで、はい、残りはあのギンギラギンにさりげなくとか、あの水そういうとこついてるんですね、またね、あとデータガンダムの、うん、水のそうとか森口博とかやったりとか、あ、なるほど、微妙に選曲とかもついてくるやつがあったっていうとか、あったりとか、やばいな、そういうのもあったりとか、結構ねいろいろ面白いんですよ、面白いですね、はあ、ほんといろんな、あとほんと完全オリジナル曲もあるし、知ってる曲が知らねえやつが歌ってるだけでちょっと面白い、それが片言って言ったらやっぱり余計面白みもあるし、興味深さの厚みが増えてくるじゃないですか、うん、母国語じゃない言葉で日本語歌ってるっていう、うん、いいですよ、なんかなんかね、あれ僕ってあのあれこやべ、あのチャギアスのテープがこうアジア中にあるって話ってどっかでしましたっけ、いやわかんない、でもしたと思うけどもう一回しようよ、チャギアスがブームになった時って、うん、あれあのアジア全域でブームになったので、うん、こうアジア各国に、うん、それこそあの日本が五金製、日本の音楽が五金製の品だった韓国から、うん、あのそれこそタイとかカンボジアとか、うん、ちょっと東南アジアの方から、うん、ずっとあのもう本当にアジア全域にベトナムとか、うん、全域にこうチャギアスの、うん、あのパチモンのカバーのカセットテープっていうのがどこに行ってもあったっていう、もう現地歌手が歌っていた、うん、あセイエスとかが、あ、日本語に、日本語でモバイルとシェポップだねそう、あのお前あなたっていう意味の You、うん、You に鍵のキー、うん、今、うん、Now って書いてあって歌詞カードに、うん、で預金なあやばなみたいな歌詞カードのやつとかも、うん、あったっていう話とかも聞いたことがあったりとか、世界中にね、そうそう、だから今アジアのいろんなところにあってカセットテープっていうのはやっぱりこう
結構メディアとしての強度があるんですよ、はい、テープとしてこうカセットに入ってる、うん、だから、CD とかよりも結構なんとかなる、いや風年が乗ってもなんとかなるみたいな、風年劣化がしにくいというか、から、うん、多分ねまだあると思うんですよ、いろんなところに。なるほど。アジア中のいろんなセイエスとかアスカのパチモン、チャギアンドアスカのパチモンがパチモンがもうものすごいパチモンっていう魅力もあるのか、そうだいやそうもうね、たまんないですよね、いろいろあとね、聴けなかった曲が聴けるようになったんですよ。あ、その音楽的にこう今まで興味を持てなかったジャンルとか苦手だったジャンルっていうことですか、まあ、音的に例えば、うん、アビレル・ラビンとか、あまずは聴こうと思わない、聴こうと思わないじゃないですか、思わなかったんですけど、はい、それが日本語だと、うん、歌ってくれちゃうと、俺でも歌ってくれちゃってるよっていう気持ちも手伝い。だからあとエド・シーランとか、はい、もうずっと聞けなかったんですよ。うんうん、まあなんか、うん、ああそっか、まあ、聞こえてくるっていうもんだったんですけど、自分から聞きたいとは思わないみたいな。でエド・シーランの一番有名な曲あるんじゃないですか。はい。トゥン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 。よく聞いたやつ。そうそう。あれとかを。もちろん英語の歌なんですけど、アメリカ人が勝手にそれを翻訳して自分で、で日本語歌詞、日本語歌詞にして歌ってるとか、そう歌ったりとかしてるんですよ。やばいですね。もう日本に向けてきてますからね。ですごいっていうのを見てたりすると、それの友達の歌ってみたぜみたいなのがいたりとかで、YouTube のそのコメント欄とかでつながってたりとか。シーンですね、これシーンできてんだなって、そこにはワールド J-POP アーティストっていうシーンがあるわけですよ、これね。シーンがあるんですよ。やばいな、深みがすごい。曲がらなくても、踏襲してきた、キャーベン、キャーベン、勉強になる。でね、俺が実は今最も欲しいものって、はい、心というものではない、欲しい音源はですね、おいしん坊のだんだん気になるあるじゃないですか、はい、本当に好き、おいしん坊好きだから、うん、おいしん坊のだんだん気になるを誰かが歌ってほしいです、うん、あ、誰か片言で歌ってほしい、はい、はい、ワールド J-POP、 それを、うん、ワールド J-POP にしたい、したいっていう、したい、ああなるほど、そうそうっていうのを、うんうん、作りたいなっていうのが今。なるほど、ちょっともう自分でも作りたくなっちゃってるっていうのはもう相当来てますよ。これは探してもないんですよ、散々探したんですよ。探してなかったら作るしかない、作るしかないですからね、これはね。もう満たすものはそれしかないですよね。でさ、アニメ歌ってみたけいるのにさ、なんでおいしんぼ金払ってリクエストするっていうのはやばくないですか。おいしんぼ歌えよって、おいしんぼ歌ってくれよ、頼むよ。だって最高じゃん。一生やる。マジでお願い。マジでそれが聞きたいと。非公認も。自己プロデュースしていくしかないですね。ないですね。だからもう、でももう自分のなんかそれはいつかちゃんと作りたいなって。作りましょうよ。作りましょうって。はい。なんか。いや、聞きたいと思う人は複数人いるはず。俺はいると思いますよ。何人に歌ってほしいですか。そう、鉛の種類もあるじゃないですか、アジア系とか英語系とか、あとオリジナルは女性ですけれども、女性のまま行くのか否かみたいな。ちょっとすいません、全然まだまだまだ全然企画が話せる段階ではない。いろいろ聞いてみてっていうことですね、はい、いろいろちょっと今後。あ、でも片言やってるうちに自分の好きな片言感みたいのが際立ってくる可能性がありますよね。そうなんですよ。だからなんかすごく一点の曇りもなく上手い人とかいるんですよ、うん、はい、あ、もう歌として、歌として、はい、日本語として聞くと、いやいや日本語としてもうもう成立してる、もう上手すぎて日本人にしか聞こえないっていう、ね、日本でも相当上手い部類の中国、うん、台湾か、うん、の、あ、じゃあ、香港のね、はい、香港の人がいるんですけど、はいはいはい、もう本当に上手い、本当にもう日本人の前のイベントかけた、うん、あれ見せられてって、見せられてありましたね、はいはいはい、確かに、うん、とかは本当にもう、うんうん、完璧にうまいっていう人がいる、はい、うん、あれも例えば中国つながりで、うん、あれはプシャオが教えてくれたの、はいはいはい、あれはでもそのこう音楽的にやっぱ全然違う人が歌ってる、全然違うアレンジっていうのに食らうんですよ、うん、食らいますよね、食らうんですよ、食らうんですよ、食らうん、食らうヒットなんですよ。
ね、マジで、うん、あるんですよね。だからそれもワールド J-POP が包み込むんですよ。包み込む。どれくらい上手いのが好きかっていうので結構ワールド J-POP 好きって言ってもやっぱ一番上ではなかったりする。そうですね、そう、面白重視でそれを追求する人も出てくるかもしれない。どれくらいの上手さのやつが競技人口っていうのが増えるかもしれないですね。ワールド J-POP DJ にこれもなんかだんだん気になる歌、コンテストみたいなのをもうやるかめっちゃ上げてみてどうせ3人ぐらいしか応募がないかもしれないけど3人あったら3個あったらすげえ儲けもんみたいな。確かに。でもそれができた時はねもう大変なお祝い、お祝いですよ、お祝いですよ、もうワールド J-POP 祭り、うん、外国人の女の子に歌ってもらってでなおかつ、まあ、曲は作れるじゃん、伴奏とか作れるじゃん、我々で作れますよ、トラッパーいるので、はい、なのでその歌ってくれる、いやそういう意味ではね、ここら辺りもあるんですよ。おもうあると、まあ、そういう意味ではあるんです。お、計画があるんです、ね、あるんですけどちょっとそこも、はい、ちょっとまだ何ていうんですか、うん、確定でもない話なので、なるほど、ちょっと相手のちょっとなんかまあいろいろここだったらいいなっていうのをちょっと、これだったらいけるみたいな、そうそう、大事ですから、大事なのね、そういうのやっぱ大事ですよ。やっぱこうおいしん坊ってほんとみんな好きなんですよ。俺あおいしん坊好きな人多いな、めちゃめちゃ多い。快楽亭ブラックさんとか、そういうこと、快楽亭ブラックさん、そうそうか、そうなんだ、そうか、もうだから全部そうなんだ。俺らも快楽亭に入るぞでもなんかトミー部長とかもトライオンによっちゃ片言だぜハイパー山岡くんっていうハイパーな癖っていうことだね、癖あ 癖のある喋り方、うん、歌い方が好き、うんうん、玉置浩二さんとかも、うん、そうね、そうだよね。いや多分私好きの世界だよな何なんだろう何なんでしょうね、何なんでしょうね、全員で快楽亭に入りたい、快楽亭に入る、入るんだったら快楽亭、うん、いやでも逆にその我々が例えば英語とか多言語で歌った時に、はい、その愛嬌が出るっていうのは実証済みなんで、もうそこを狙いに行くアーティストっていうのが本当に出てきても、ね、だからそうでしょうね、繋がっていくでしょうね、そこにね。お返しに俺らがボンジョビとかを飾ってる動画とかを送り返してあげたらどうにかコミュニケーション取れるのかもしれないですね。それこそほら前 J ワールドポップ分かんないけど J ワールドポップってのは俺アフリカとか超歌いて何の変のちゃんと覚えんねん、でも聞こえるように発音とか難しいんだよ、破裂音とか入ってんだよ、だってあの辺の言葉みたいな、みたいな、みたいな、結構上手いね。多分そういう意味では、うん、あのバサンってわかります、あの若めの、わかんないです、わかんない、あの、うん、ウジャビンビンっていう、うん、ウジャビンビンも見るからにアフリカ系っぽい名前ですけど、その、ね、前にやってた、うん、あのモンハンっていうバンドはまさにそういう、うん、あの偽物、あーなるほど、はい、無国籍言語、無国籍言語やったりとか、なるほど。最近も阿佐ヶ谷で飲み行った時に、うん、ノチラスって店で、うん、なんかね無国なんか適当な民族音楽みたいなのを作ってるっていうの、あ面白い、はい、架空の、架空のでもなんか泣けちゃう曲とかね架空なのに、架空なのに、まあまあまあ思っちゃったんですよ、ね、映画とかも一応架空のストーリー我々食らってなくてから、ね、音楽やってもおかしくないですよとか、ああなるほど、ありました、架空すごいですね。でもフリースタイルというかその架空のものでストーリーを作り上げて感動させちゃうっていう、はい、俺もほら中国語で歌ってね、はい、音楽でも下手なんですよ、はい、歌が、あ歌自体が、歌唱力自体 が、はい、だから俺はまあ恩返しはできないけど、やっぱり歌うまくて喋れる人はどんどん恩返しした方がいいですよね。そういうことですね、うんうんうん、恩返しですね、スペイン語で歌うべきだし、スペイン語で歌ったりとかね、そういうことですね。あでもいいですよね、なんかやることが増えるというかね、なんか無駄にね、いやいいと思うんですよね、うん、いやすごいですね、広がりが。モーリー・ロバートソンに片言で歌ってもらいましょう。モーリーさんがあの片言になっていくって話はどうだったんですか。いやどうなったって別に持ってってねえよ俺ツイッターにつぶやいたことはあるけど別にリプライも飛ばしてないけど、モーリーさんどんどん片言になってくださいこれからって頼むかい。せっかくだからとかよく分かんないこと言い出して片言流行ってるんで片言になりましょうよとかって言ってるかい。俺はでも、うん、本当に歌ってほしいのは、うん、
俺はジェーンライブジョイに歌ってほしいと思う。おお、まあ、最終目的は、ね、最終的にはね、うん、それできればもう十分ですね。そうですね、ワールド J ポップの中 で一つの一つのね一つの答え。今セクシーの皆さんは割と曲出してらっしゃるんですか。そう、ちょっと前結構出してた、ね、ギンギンガールズとか。そうだよ、俺があの、うん、やった AV 女優とか、うん、いっぱいいるから、だから親和性高いんですよ、音楽と、うん、そうですよね。あと、うん、あのあとそういうなんか AV 女優使ってとかではないんで、あのそういう企画のではなく、うんうん、じゃなくワールド J ポップあの、うん、文化がちゃんとあるな。はい、今月すいません、根本の話なんで多分ね、うん、そういうことじゃないんで。なるほど、はい、ここですよね、恩返しですよね。そうですね、でこれに出会わせてくれたものでもある、ね、そういうことですよね。最近、うん、もしかしたらですよ、はい、最近あのなんか他人のカラオケの部屋なんか覗けるっていうか、なんかそういうカラオケで結構そういうのあるじゃないですか、はいはいはい、あの歌ってるやつ、はいはいはい、OK にしてるところは、はい、のいけるみたいな、はい、あそこで貼ってったらいつかジェンさん入ってくるんじゃないのかっていう可能性はゼロじゃないな。そういうのありますよね。あのそうですよね。なるほど。でもなんかあれには結構なんか外国人の人が歌ってるあれって結構なんか頑張れば1日に2回ぐらいはあるんじゃないのかっていう気がして。ありそう。野良にも落ちてるっていうのがやばいですよね。だから結構レンジが広いんですよ。そうなんですよ、野良に落ちてるんですよ。野良にもありますよね。あのあそことかに行けば、あの、チャンピオンでしたっけ、あのゴールデン街のあのカラオケバーみたいな、どこだろう、なんかあの海外、あ、分かった分かった、 あの一番手前のね、一番でかい、はいはい、あそう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 、ああいうところとか、そうそうそう、フィールドワークもできちゃいますからね。でもあそこだと多分英語で名古屋がメインになるけども、まあいなくは、でもでもトップっぽい、あれでもあそこに来てるのようなのは分かんないじゃないかな、あそこは分かんないけど。でもなんか分かったのが、少なくとも日本に対しては悪い感情を抱いてない人が歌ってるっていう安心感が、ちょっとそうなん、そうそう、そうだ、今そうなんですよ。それがその優しさっていうことにもつながっていくし、なんかそこに腑に落ちたっすね、うんうん、その入り口から嫌われてないっていうか、そう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 、国籍とかで嫌われてない、人種で嫌われてないっていう感じが安心する、寄ってきてくれてるから一つ。なるほど、うん、だからさ、よくあのそれこそよくコンビニでほら中国人の人が普通に働いてる時に、はい、言うやついるじゃん、言うやつ、なんか、うん、あのちょっとちゃんと聞き取れないのみたいな、あ、なんかその言語的に日本語で喋れるみたいな、じゃないことを指摘するっていうね、うん、何を言ってんだろうなと、本当にその話じゃないですか、うん、だってわざわざさ、うん、そうですよね、うん、そうだからそこなんですよね、うん、だからね、だから普通じゃないですか、なんか普通というか、うん、なんて言うんだろう、喋れないのにやってくれてんだからさ、うんうん、まあ丁寧に丁寧に言うのがね、いや本当そうですよね、はあ、うん、でも結構海外ほら俺もそうだったんですけど、はい、みんな結構ほらできないながらに頑張ると、うん、ほら優しくはしてくれますよ、うん、優しくはしてくれますよ ね。だからもうそこともう無条件にその愛が伝わってくるてとこはあるかもしれないですよね、はあ、おばちゃんとかが、うん、あの海外の人と喋るときに、あの海外の人と日本語で喋るときに、うん、おばちゃんの方が片言になってる時がある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 あれはなんでなんのかなと僕はずっと思ってたんですけれども、うん、よく考えたらそうすることによって、うん、あの敵対はして敵意はないよっていうか、なんかこう歩み寄るよっていう風に、うん、それはそうだね、間違いなくそのつもりではやってる、そうだから近いよ、近い、そう近くなっちゃってるんだけど、うん、日本語としては聞き取りにくくなっちゃってるって、ね、やばいよね、片言にするって、うん、普通に喋ってくれた方が多分向こうは聞き取りやすいんですよ、うん、あのカードを曲がってみたいな違うねみたいな、うん、日本人普通に喋れよみたいなことはある。でも寄せていった結果生まれる引きこもごもするぞ、ね、うん、でもなんかでも寄せてくれてるのは分かるって多分感じてくれてますよね、うん、イントネーションだけでも普通に喋ってくれる、刷り込まれてるんですよ我々は。その片言って言われた時に片言で喋る最初の遭遇って何かなって考えたんですけど、なんですか。僕ウィッキーさんとか、ウィッキーさん、ウィッキーさん、ズームイン朝の あの英会話のミニコーナーありましたよね。ウィッキーさん、なんかそうなんか優しい片言のね、おじさんは優しいみたいな、そこから好きになってるのかなっていう原体験。あとさ、
どうだれさ2カ国語以上喋れてるわけじゃないですか、はい、そのがすごいっていう尊敬の名もありますよね。 ありますね、まずその勉強をしてるっていうか、うん、リスペクトが生まれますね。だって普通喋れないですからね、うん、そうですよね、うんうん、ビッキーさんとかうまいもんね。人並み以上の努力をちゃんとしている人を成し遂げているリスペクトがありますね。確かにケント・デリカット、ケント・デリカット、ケント・デリカットさん上手ですよね。しかもなんか可愛さがすごいあるし、うんうん、ユタ州のことを言うとね、すごい優しい感じで言うしね、うんうん、でそこにこうなんかそこでこうダークホースとして出てきたのが東北弁っていう、 こう変化球を混ぜてダニエル・カールさん、ね、ダニエル・カールさんですね、はい、日本語でも東北弁しか喋れないっていう愛嬌で、うん、ガスンガスン日本語を言わせた日本の芸能界を行った人いますよね、うん、ローカルではすごかったですもんね。 とにかくでも田中義武会の黒船みたいな、あそう田中義武会の田舎タレントかの黒船みたいな、うん、確かに重要、うん、とにかくありがたいですよねってことですよね。ありがたいですね、わざわざね、そうですね、ありがたみがもう生まれてる、うん、でさ基本音楽聴いてて若い時、うん、っていうかなんか中学生ぐらいの時までは、はい、なんか俺歌詞カードとか見て日本語翻訳とか書いてあった場合、うん、一応歌詞のやつとか見てた記憶があるんですけども、はい、どんどん見なくなってきて、うん、英語わかんないから歌詞がわからないでずっと来てる中で歌詞が分かるって結構やばいなっていうか、うん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 、いいなっては思いますよね。日本語に目覚めるっていう、うん、なんかね、うん、あこれ原曲例えば原曲英語だったけどみたいな、こういう意味だったんだみたいな。ああなるほど。あれですか、マリアージュさん普段聴く音楽とかでは何 J-POP は聴くんですか普段？ほぼ聞かないですね。あじゃあほぼ聞かないけどワールド J-POP を聞くっていう、はい、もう得意なあのグループにワールドを通してまた J-POP に近づいていくっていう、近づいてすごいですねこれね。個人客輸入個人客輸入一回完全に外のものになってからこうあやばい個人客輸入そうですね完全に、ね、なんかあでもそういう感じはあるっすよね。もうやっぱ世界発見していく世界を見てからですかね、ですねこれは世界を見てね世界を見ないと、ね、視野もう視野がなんていうんですか、うん、広がるという確かに視座が高くなるという視座確かにそういうのは視点は上がってしまいますねそこでねちゃんとね、うん、いやすごい気づきが あるんですねこのワールド J-POP っていう概念にはねいろいろ俺はなんか結構なんか稀有な人間だとは自分では思うんですけどなんていうんですかなんかね勝手に思う勝手になんで好きなんだろうなとか思っちゃうんですよね。でもまあ大義と結びつけてもいいし結びつけなくてもいいんだよね。どっちでもいいっていうところもいいし、うん、いいですよね、うん、でとにかくなんていうんですか緩い緩いあと優しいから確かに誰も傷つけない、はい、うん、ねえいやもうなんかワールド J-POP の話でこんだけ話せるってすごいですけども、もう時間的にはもう10時なんで終わる時間なんですよね。はい、まあ、でも今日すいませんなんかいやちょうど時間となりましたという感じなんでこのタイミングでマリアージュさんこの後ちょっとお忙しいみたいな。いやいや全然いやでもすごかったっすね、うん、今日ははいワールド J-POP の魅力がもうでもねこの高度なワールド J-POP の会話に45人ついて来てくれてますからねこれは、ね、これはすごい、はい、ありがとうございますって感じで告知ですね、告知はでございますね一番近いとこだと今日は18日、近いとこだと、21日に南浦和の国ハウスが浦和に移転しまして、はいはいはい、で浦和で新店舗、初で僕はそこをやらせてもらうというその中のパーティーで、ミディウォーさんとかプシーハオハオも出ます。なんかプシーハオハオは本当現場が最近一緒っていう感じですね、うん、なんかその辺も謎の引力に、ね、謎の引力に引力圏に入った感じがしますよね。あとさセットで呼ばれる場合が多いっていうか、あとさプッシーハウハウってさ、うん、俺の DJ の先輩じゃん、はいはいはい、だから俺は会社の社長で従業員なんですけど、うん、なんかね、うん、釣りバカ西みたいな状態になってるんですよ。なるほど、なんか DJ に関しては一律の長がちょっとあるみたいなことですよね。なるほど面白いな、でもそれはそれですげえ
なるほど。だからなんか繋がってますよね。繋がってますね、これ ね。面白いな。面白いぞ。ドキドキするぞ。ドキドキするぞ。入ってた。すごいな。その移転国に入るで、ちょっとアジア系のあの。ジャングルダッチっていうあのさっきあのゼロ装置をリミックスしたみたいな曲調のやつの DJ をします。それから、翌日はこれあれ男らしいだろ今回主催していただいているあれどうなるんですか。あのどうなんでしょう。マンボウのやつですよね。これ結構マンボウの影響で崩れてくる可能性も泣きにしもあらずなんじゃないですかこれは。ねこれいつまでアライゼーションなんじゃないですかこれ。その場合はもうあのウォッチパーティーとして、あーオンラインでね、オンラインでやるしかない。そうだね、うん、でもその代わりあの全世界の皆さん全世界の方に見ていただけるやれるということですよね。そのでも100本は連続で見れないですよ本当。値を上げちゃうですよね、うん、俺でもずっと結構流してて、はい、だからいただいたじゃないですか、はい、流してて結構40分ぐらいで一回まずやめよう、うんうん、ですよね、うん、大体限界40分ですよ ね、 ですね 連続で見るのは。だからあの上映会もだから30本30本40本でこうインターバルをやろうということになってます今回、うんうん、よく考えられたタイムテーブルになって、うん、その間にトークをしたりみたいな、うん、一番いいですよねをやることになってますね。もしよければ池上の C4R さんで、まあ、ちょっとそのマンボウ的な何かで、変わってくるかもしれませんが一応そんなような感じとなっております。それから1月、29日、リュウコランブというこれもまたプッシーハオハオと一緒なんですよ。あの春節の曲チンパンテー娯楽賞とかそうチンパンテー娯楽賞が出演するやつなんですけど、はい、まあなんか会う人にはいっぱい会うなーなんていう、はい、あの DJ プールシャークシャケニーことプールシャークさんの主催のイベントでございます。はい、で、まあ、その次の週2月5日記憶の扉、これはレトロシーン魔改造シーズン1の時もね記念イベントという感じでこうやらせていただいたもので、あの芦田太郎さんと、DJ チャラい先輩で出るのか芦田太郎さんで出るのか分かんないですけど、貴重な機会であとでかい画面と音で、魔改造が見れるぞ面白いぞドキドキするぞっていうことでドキドキするぞ、よろしくお願いします。はい、であとあの不定期で夜中 DJ の配信をしたりしてるんで、もしそういうのにそういうなんか DJ とかで生活のタイミングをずらされたりしてもいいなっていう人は見てくれると嬉しいです。はい、僕はこんな感じでございます。明日はスパイシーウェンズデーがありまして、なんか一応なんかあるんですけれど、まあいろんなことの都合でどうなるかわからないんで、まあね、でこれからもしかしたらちょっとの間なんか遊びづらくもなるかもしれないんで、まあなんかちょっと明日会える人会いましょうっていう感じです。トリオでございます。はい、俺も多分行きます。マリアージュさんはあります、告知のタグ、もう最後言い残したこととか。まあとにかくなんかすごいの見つけたら教えてほしいです。教えてほしい。あとワールドジェイポップの存在を友達が教えてほしい。そう友達とか ね、そうあの親御さんとか、ね、親御さんにね、ご親親族一同に、はい、優しい気持ちで、優しい手紙で教えてあげてください。手紙で、手書きの手紙で面白いものを見つけました。たかしお母さんです。元気にしていますか。最近面白いものを見つけました。ワールドジェイポップと言います。何曲かおしあの CD を私が好きな曲好きなものを好きなものを選んで一緒に入れておいたので聴いてみてください。風とか弾かないようにちゃんとあのきちんとあのちゃんと着て寝るんだよみたいな。お母さんが教えてくれたワールドチェイポップよね。いやーでも好きな人は好きでしょうから俺は、はい、好きですよ。好きだからその伝えてください。好きそうな人に教えてください。好きそうな人にぜひちょっと教えてあげてください、はい、皆さんに、はいはい、教えてあげてください、はい、という感じで、あ、俺あれだ、あのバーガー用のコーナーをすっかり忘れたけどちょっと来週にします。すいません、今日は盛り上がりすぎちゃったんで、ケツカッチンだもんねっていうことで、ありがとうございます。そう、あれなんですよ、あのあれがあれなもんであれなんですよ。じゃあほらおしあの正月からなんか
あのヘビチックの美穂ちゃんにずっと教えてもらってたんですよね、はい、DJ の師匠がね貸してくれて、マンドコロさんもそうだし、あと隼人さんもそうだし、まあ、いろんな人がどっちの用事もあったってことですね、今日はね。じゃあもうそんな、そうなんですよ、そんな感じで、じゃあはい、じゃあポクポクさん、学校のために離席すいません、大学校学校に行ってらっしゃるんだ、ありがとうございます。おしっこもれちゃんさん、ものほうマンボウヤンボウ天気予報ということで500円、ムグロ島さん、出遅れたんでワールド J ポップ復習しときますと610円ということで、ワールド J ポップ回でございました。完璧な、ちょっと伝われば嬉しいです、はい、本日のゲスト、DJ マリアージュさんでございました。どうもありがとうございました。また来週、じゃあエンディングにあの全然関係ないノーディスコシティ2002をかけます。ほんとね、ナトちゃん、ブラザーズ生まれたところは何もねえけども、豊かな自然と細やかな人情あふれるそんなところを抱っこにしてもらいたかったな。ほんとにもうこれバカごろ、あら、どうして切るの、でこの方ネタ、あれ、どうして切るの、ね、こんなバカな歌ねえべえさ、田舎バカにして、面白い歌じゃない、私好きよこの歌、覗いてみたいと思います。デジタルヘブンへ。